1が死んだと同じ状況。なんで今日9、あの7残して1いく。今日7、2の乱で、ね、7、2の乱。7も死んだと主張するんだったら、2いけるでしょ。2、8ドロー、7強靭でしょ、これ。うん、だから、今日2、7の乱だろ。なんで7残すって言うんだったら2いけるやろ。なんでそれが5とか1なんだよ。で、3もずっと8が死んだ、死んだって言ってて、で、7は3、9、ロー、ロー、1強靭だって言うんだろ。そんな視点あるか？7強靭、2、8ロー、ローだってこんな。で、あと、9もなんか遺言でさ、8が狼だと思うんだ、8いけよってふざけんねん。てめえこそお前、あの、7が何者で8が何者か答えてから行けよって思っちゃう。なんでこんなネット回線なんだろ う、 う関係ねえよ。2番のプレイヤーは発言してください。1番強靭、8神で7級なんだけど、9番さんの遺言 の、 あの2のその理論が通用しないは、もうが通用しないと思って、まあ9偽なんじゃねえかなって思うけど、村の民意で7いきます。で6、8に言いたいんだけど、あのまあ8は僕目線真確定で、あのね5、6も村やと思ってるのよ。うん、3番さんがいかんせん、初週からそうだけど、つっかかりがひどい。うん。ほんで、今日も、だから今日もさ、じゃあ8死んで見てるんやろ？じゃあどこなの？狼。3番さん。で、6、8は本当にね、本当に村同士でバチバチしてるだけ。うん。6、8真面目に、マジでゲームになんねえわ、CMC でいいねえわ。だから、1、今日、9、3、6、話は完璧に聞けねえ状態、ネットのこんな状況でどうやってやるつもりなの？今日7行くよ。すいません、死んだんだけど。そう、今日7行きましょう。7番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ。どうでも9番が3番ぐらい選んでください。5番、ご苦労でもう死にねえだろこんなやつ。なんで2番もこの投票されてて、3番を疑ってんの？いやもうちゃんとゲームができねえよマジでよ。4騎士ら昨夜死んだのは、まあ俺ももう大変よ。8が強靭で俺にしようのが出さない。取られてるなら回線は変だけど、ね、回線は問題なくてだよね。出る？誰も出てないの。もしかしたらバッティングして霊能がさ、ね、強靭と狼になる可能性もあるんだぜ。だから9の狼ってないって。2、8、ロール、7、強靭。2番のプレイヤーは発言してください。まあ今日は村目線全員1いけるよね。で1今日8死んで、誰が噛んだかなんだ。8方普通に3占うと思うんだけどね。すいません。だから結局さ、6番さんに突っかかったけどさ、結局東京はでもちゃんと霊媒にしてるじゃない。うん、だから6番さんもちょっと熱くなりすぎないでほしいな。5、6が、なんか5番さんにも言われたけどさ、なんだろうな、その上から目線でやったと思ったんで、スムラだったから、何？人外だっていうのも、ただ、その自分のやってほしいことを言っただけで。グランさんの線の話だと思うけど、まああと1番の8番レンガなんで、8番地紙じゃないんで、はい、安全してるのかなって小林さん借りてって勝手に思ってました。はい。4番のプレイヤーは発言してください。声なんでしょう。だって8番がレンガ未想定じゃないですか。6番が人狼の思い。6番のプレイヤーは発言してください。
ないのは、なんか1に落ち度ないんで、まあ、遺言で2の黒要素を喋っていってほしいんですよね。2がね、5、6、村置きする必要がないと思ってるから、最終日想定をしてない2番が狼ってあんまり考えにくくて、まあ、8が真だったら申し訳ないけど、8に落ち度は山ほどあるんですよ。まあ、3が1が偽っぽい理由と、まあ、なんか8が真っぽい理由を、まあ、言ってほしかったですね。まあ、毎週毎週ずっとそれ繰り返してるだけで、1、2、3、8真の理由って言ってないじゃないですか。で、だから周りから聞いたらメタにしか聞こえないんですよ。まあ、なんか具体的な理由を言ってくれなかったら8神見れないです、僕は申し訳ないけど。あのね、ただ84だったら8がジレンガミする必要が、まあ、あれだけ信用が勝ち取れてる状況かないと思うから、まあどうなんだろうね、4は白でいいのかなってちょっと思ってるぐらい。で、5の、まあ、初日の2殴りあんまり今でも納得してないのと、5って、まあ、6の昨日の発言聞いてなかったからちゃんと精査してるの自分しかいないっていう。これ典型例な、この4の隠しろも追えないやつ。で自分の考察が合ってると思ってる。4の隠しろが追えない時点でまず話にならないのプレイヤーとして、3番は狩人だってことも分かんないし、4番の隠しろも追えない。こんなやつ占う価値がないの。4占いでいいの。2番は村なんだよ、もう多分。だから推測すればいいんだよ。そもそも占い師だったら終わってるなっていうふうに思ってるよっていう話をしてるわけで、8って3の発言聞いてたのかなとかっていうのも思うし。投票を始めてください。プレイヤーとして終わってるプレイヤーの今の名言聞いた？ 4 の隠しろも追えない。3番を占わなくてもいいってこと。2番のあの表現からローっぽくないってこと。だから必然的に4を占って、6は占う価値ねえから間接的に色味すればいいんだよ。7号ロールが見えないやつなんだろ。素敵だと思ってる7号ロール追えないやつってもう。4視点はそうなるけど、普通に投票見ればわかんだろ、こんなゲーム。のプレイヤーは見ればわかんねえのかな。ちょっと最後まで見る気あんまなくてね。うん。まあ、2番さん頑張りな。うん。そうだな。まあ、俺は2、8ロールで8は地紙してると思ってるよ。うん。3、2特許ね。別に、偽装グッチョブ起こして、別にね、8があれしてどうのこうのってね。うん。まあ、いいよ。別に。どっちみち俺が狂人扱いなんだから、ね、2、5、6で戦うのは一緒なんだろ。うん。だったら、3分の1だから、どっちみち。うん。まあ、まあいいよ。とりあえずもう、あんまり、このメンバーの話は聞きたくないから、じゃあ抜けるね。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。え、なんで何してんのこれ。プレイヤーは発言してください。マジで何してんの。え、騎士どっちですか。4隠し、え、4隠しろだぞ。そういうこと、そういうこと。え、なんでそんな煽られてるの。あーこんな、まあ、僕視点は、5,6 ローラーで立てるんですけども、ちゃんとやってよ2番も。あー勝てるんですけども、まあ村視点も3番さん4番さん3分の2を引けばいい。5番さんに叩かれたんだけど、それに6番さんも乗ってこなかったんだよな。そこ6が人狼だったら、絶対俺叩くと思うんだけどな。
それよりも8番と6番って凄みあんだろ、三流と超一流。スーパースターって6番なんか占わないから、発言せざすればいい。2番も占う必要がない。3番も使わない。5番もとりあえずは一旦は。4しかないんだよ。一番バチバチした。騎士の話してないから騎士じゃねえんだ、絶対4番は。5番は騎士がない。3番は騎士がある可能性がある方。で、6番はもう占わなくていいんだよ。2番の話でスムラって言おうって言うわけねえんだから、まず。7番に投票をできて、なんで6位ってんのもうよ、5番いけよ。投票でわかるだろ、576。はい。まあ、4番一応守ったけど、ね、なんで狼は俺を噛まなかったんだろうっていうの。じゃあ、カリド太鼓で戦うって言っても、あと2縄だから太鼓出れないでしょ。はい。だからまあ、なぜわざわざ、だから多分狼が、なんかして噛めなかった。だから要はその飲み物取りに行ってて、その噛む時間に間に合わなかったとか、そういう噛み事故。この人たちってさ、9番がフルオープン許せないって言ってる時点で、まあ、のラッキーな9番死んで7番、5番っていうの見えない、この投票結果だよ。なんで57が2番いってんのに2番って5番いかないの、この人。なんで6番。だからこういう人が一番邪魔なんだよ、6番みたいなやつって。でも占う価値ないんだよ、こんなやつ。どうも。うん。小松さんってだから結局8番神を追ってる。1番狂人を追ってるし。なんか、1番狂人で2番誤爆ってありますけども、なんか、2番ってやっぱ正直、マカリードに残っててね、2日目。まあ、おそらく8番グッジョブだろうなっていう段階で。2番ってやっぱ釣られかねないと思うから、あんま誤爆って追ってないから、なんか、まあ、5番さんかやったら多分、てか5番さんは多分5、6ローラーでいいっすよって言う人だと思ってるんですよね、自分の中で。ちゃんとなんか、5番さんのなんていうのかな、あんま勝ち筋というか、狼で勝ち筋って描いてないんかなって思っちゃうから、2、6釣れば終わるかなと思っちゃいます。なんか、6番さん昨日投票したのはすみません、なんか、いや、なんで精査能力ねえの ?5 番7番が2位った時点で5番7番でしかねえだろ、こんなゲームよ。いや、なんでこんな精査能力ねえんだろう、マジで。発言してたらしてねえんだろうな、2番と6番の発言。2番釣ったら終わるんじゃない。6番が死んでこんなこと言わないでしょ。6番がローで言わないでしょ。別に1番が強靭だと思ってるから、別に関係ないと思ってるよね。8番の占いさえ吸わんかったらいいだけやから。で2番がじゃあ角黒になる可能性とかは、まあ、8番も賭けやと思ってるよね。8番が、まあ、内訳は普通に9番が偽物だと思ってるから、これ7番本物だと思ってたから、1番処刑だと思ったが、まあ、確かに2番処刑でもいいなと思ったんや。だから2番投票し続けた2日目から。で、やっぱりね、2番の戦いにしましょう。お願いします。はい。まあ、2番の怪しい。あ、こんななんだろうね、村。発言してください。ほんと弱いよね。黒でロックしてるんだったら、明日多分4番噛まれて、まあ、3番チャレンジャーになるか、3から先に噛まれて4チャレンジャーになるかわからないんだけど、今日6釣ってもらっていいと思います。あのね、2がね、5、6、白く見る必要が狼であるのかなと思ってるから、2叩きしなかったですよ。まあ、5が言ってたこととは関係なくね。で、あの、5が言った時に 6SG にするために様子を出してない可能性もあるから、今日6釣りでいいです。ね、昨日出現してるから自分つまり6を釣って2、5を決め打ちでいいかなと思ってるんですけど、誰も拾ってなかったんで自分から言います。ね、5が2に睨んでて6が、あ、ごめんなさい、2が6釣りたいって言ってるから最終日に2、5の勝負してもらって、まあいいかなと思ってて、まあ、みんな寝た方がいいと思うんですよ。僕の話聞いてなかったから。4が8から白が出てて、まあ、1が2黒引いてるから、まあ、4隠しので僕が4の精査する必要って全くないんですよ、ね。だから昨日、申し訳ないです。昨日8狼でも4相方ないっていう話をしてたんだけど、ね、8狼だったら、まあ、1神だから2黒出てて、もう2狼しかありえないですよ。だから今日6釣って2号のランをしてください。ありがたいことに。投票を始めてください。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。いや、どっちも分からんのよな。ごめんなさい、放棄したのは多分僕残されても、勝てないと思ったからです。5、6でバチバチでやり合ってください。
わあ、6番さんめちゃめちゃ白くなっちゃったな。わからん。え、本当にわからん。本当にわからんけど、僕の精査としては、86ってやっぱバチ出たけどな、5番さんの2黒ロックもな、これで解除して。どうしようかね。これは難しいよ。うまいな、ゴール。でも、やっぱ6が占われたくなかったんじゃないですか？結局。いや、でも、自投票。2、5の欄提示されて自投票も、まあ、あれか。そういう、6じゃないですかね。6なんじゃないですかね。いや、わからんけどね。まあ、3番さん、4番さんにお任せします。難しいね、これ。白置きしてた2人だから。まあ、頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは4番。5番のプレイヤーは発言してください。まあ間違えましたね。あんまり6番さんに勝てる様子はないかな、正味。なんか6番が人狼で8番の本物にあんだけ喧嘩売るとも思ってなかったし、その4番殴り分かってたけど、なんか、わざわざ人狼の時に、まあ2番と5番が、まあ5番がかなり2番に視点向けてて、6番の人狼を追ってない時に2番処刑で、6番が人狼の時は5番の推理が外れてたで5番を落とし入れることできるんで、まあ6番がかなり白く見えてたので、6番さんはド M さんっていうことで、6番さんの名前はこれからド M さんって呼ぼうかなって思うぐらいですね。なんやろな、人狼要素あるんかな？あるとしたら、まあ、6番は、まあ、2番のヒロ要素を取ってるから、6つった後5つっての要素を出せるはず。だから6番、5番が5番、2番ローラーを求めてるから、6番はじゃあ6番、5番ローラーでできたんじゃないっていうぐらいじゃない。はい、まあ、それぐらいしか言えんわ。はい。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、5が6に勝てる要素持ってないっていうんだったら、釣られてください。まあ、8を勝たせるのは逆に触るけど、まあ、村全体をね勝たせるためにちょっと今日頑張ろうかなと思ってて、まあ、自分の白要素は2の白上げをして5投票してること、5から釣られた場合僕は2と戦う要素を持ち合わせていないし、まあ、5と戦う要素に関しては、まあ、5が自分だけまともに精査していて他の人間は精査していないかのような印象操作を行ったことと、5が2に役職または人外であるという塗り行為を行って役職を持っていないから人外だっていうふうに釣り位置に仕立て上げたことぐらいですね。分かってもらえますかね。まあ、2が6を黒く見てる理由が多分感覚なんで、今のね、僕の話聞いてくれればちゃんと分かると思うし、まあ、昨日の話も振り返ってもらえれば分かると思うんだけど、なんか言うことあるかな。まあ、5が2から行きたかったのは、やっぱり6を SG1 にしたくて、まあ、昨日僕が言った要素をね、多分隠し持ってたと思うんですよね。それを僕から開示されてしまったから戦う要素がないって言ってる5番狼です。5番つってください。3番のプレイヤーは発言してください。どっちもコスパ悪いことやってんだよね。俺がカイドショーしてて噛めば、一応縄は人縄くぐればいいで、どっちも2番釣りで勝ってるんですよ。
5、6だった場合って。まあでも2番釣りにならなかったっていうのを恐れてやったっていう。まあでも2番釣りが確定してる状況下で、まあ6、7の発言もあれだけど、まあ最後に良くなってきたけど、ネット回線が。いやもうこいつ奇跡だよ、5番7番が一緒になって2番行ってる姿見て、5、7って5番のローに気づかねえとか占ってくれって言ってるやついるわけねえだろ。占ってくれって自分の白をもらったって迷惑でしか極まりねえだろ。柱ではなくてちゃんと精査してる、投票で見たらわかんだろうこいつ。もう俺驚くよこのゲーム落とすの。5番のプレイヤーが選ばれました。5番でしかねえだろこんなもん。でも柱は悪いと思うよ。ゲーム終了。7が進化よ。7が進化。誰だよ。おばさんナイス。誰だわ。まあまあ、俺奇跡だと思うよ。いやいやいや、もう申し訳ないまではないけど。発言精査6番できるわけねえじゃん。占い審議もできない、騎士の審議もできない、隠しろも把握漏れてる。その上自分が正しいと思い込む。やることは柱、やることはお笑い行動柱。うまいプレイヤーは柱しません、6番ちゃん。あなたみたいにね、精査ができないやつの典型例。最後困ったら柱、失笑。精査が俺はできるってやつがね、柱発言で白くなるっていう、みっともないことやってるんですよ。9番、もう本当にこいつ蹴った方がいいよ。発言ができるプレイヤーは柱発言やめましょうね今後ね。自分が発言できるというならば柱を封印して勝ちましょうね。困ったら柱、その人は6番さん、6番さん、柱発言をする場合は自分は発言できない人って言わなきゃダメですよね。自分が発言できる人だったら最後まで戦いましょうね。6番さん、6番さん、柱発言をしてまで勝つ人を精査ができない人って言います。このゲームは発言するゲームですよ6番さん。そうなったら村が勝てないでしょ。6番さん、柱発言をするような人が狼の気持ち考えたことありますか。5番の気持ちを柱発言して勝つやつってせこすぎると思わないですか。自称精査ができる人が柱発言しないんです6番さん。一番上手いやつはな、柱しねえんだよ6番。分かったか、ちゃんと勉強しろ。頂上でトップにいる人は柱発言しないんだ6番。柱発言するやつはトップじゃないんだ、精査ができないんだよ。発言精査ゲームとは発言精査なんだよ。どうぞキューバさん、どうぞ。もう言わないんだよ俺は。さっきのゲームはまあ人狼の勝ちということで、はい。いや、まあ、5番さんの並びミスということで。これ6番さんと、これ6番と8番さんはどっちがうまいんですか。いや知らないです。っていうのは要はその8と1で。9話したら話してます。先にそれ言って別になんか8番連打すればそれって帳消しになるから、別に最終日って別にどうになってなるから8番人狼でも別に。
だから、壁として、で、6っていうのは逆に真逆の考察を通してる、8が偽なんじゃないかと。とりあえず、8番ガチ嵐なんで蹴った方がいいですよ、マジで。なのでいやいや、こっちもいい勝負だったけど、やっぱり狼としてのプレイングとして当てはまるのは5かなと思った。一応まあ、さっきのは人狼勝ちということで。はい、早くでね。うん、これもなんかちょっと勝ったいと思った。そう、八番さんやばいっすもん、だって。この前の試合も喧嘩してましたよ。自分の視点定まんない。八番さんはね、喧嘩はするけど、別に。あれではない。別に。自分らってください。いや、でも、だって、煽ってる時点で問題あるでしょ、八番に。煽り要素はあるかもしれんけど、悪気はないし、別に。ちなみになんですけど、八番さん、すいませんね、七番さん。俺と人狼やった時、八番さん、夜会話してたって普通に言い始めて、ちょっといいかな。なんか、相方話してた。じゃあ4番さん喋ったんでいいかな。な7番さん抵抗いいですか。はい、7番です。1番さんいいですか。あれ1番さんは1から2に回して点呼取ればよくないですか。1番です。だからそれされたら困るからじゃないんだ。俺は人狼はなんかどうでもいいと思ってる人間がこの言葉を言えてることがすごいんだよ。すごいだろ。人狼で負けてもいいと思ってるやつが他の人の人狼のためにやらないんだよ。だからすごいんだよ、この言葉は。人狼のために走らしないってことは。俺が人狼で勝ちにこだわる人間だったら、通かもしれないけど、人狼で勝ちにこだわらない人間の言葉なんだよ。他の人のために言ってるんだよ。自分のために言ってないんだよ。だからもう、朝が来ました。誰がどう聞いても俺がナンバーワンなんだよ。人狼ゲーム。昨夜は誰も死にませんでした。レイさんができるだけじゃないんだ。心が優れてなきゃダメなんだよ。それが誇りだ。まあ、頑張りましょう。グラビティ陣営でトップバッターということでお願いします。まあ、ちょっと考えてたこと言いますね。まあ、新占いに40秒時間使おうかな。新占いの方に言いますね。まあ、一人でも二人でも出るかわかんないですけど、二日目以降ですね。なんでそこを占ったか。白結果が黒結果が全てとかじゃなくて、なんでそこを占ったか、他の方が、印象いい、この方が印象悪い、なのでここが気になったのでここを占ったとか、まあ、理由を添えて、言っていただきたいですね、新占いの方には。はい。まあ、で、釣り切りとかあるかもしれないですけど、そこを僕は2日目以降は見ていきたいかなと思います。よろしくお願いします。2周目まとめて考察します。よろしくお願いします。1番のプレイヤーは発言してください。占い師で7番さんの白を持っていますが、ちゃんと話を聞いてくれてたら僕はいいと思ってます。2日目以降、例えば僕が今日占った先、翌日に占った先に対して理由を述べるんじゃなくて、そもそも例えば今回で言えば1日目の2周目に発言の内容でどこどことどこどことどこどこが何なんだと思って発言の内容だけ多分先にすると思うんですよ。だから内容なんか多分汲み取れば後から分かることっていうか先に分かることだと思いますので、占った理由を再度聞き直すのは時間の無駄だと思ってますんで、なんかなぜ無駄遣いさせようとしてるんだろうって、まあ、発言の内容をしない人だったら気になるのは分かりますが、僕は先に言うとだけ言っておきます。あと占いの力で勝ちたければ霊能も騎士も、騎士に関してはゼロ番目以外でも出てほしいです。僕は普通に占いの力で勝ちたければ、そうじゃなければ騎士が先導して頑張っていただければ、潜伏して頑張っていただければと思いますよ。よろしくお願いします。2番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師でした。3番さんランダムで刺さってます。はい、僕は騎士に関しては潜伏でいいです。まあ霊能に関しては、まあ、自由に動いていただけたらいいですね。ああ、キューバーさんの位置出てほしいけど。そんなところかな。はい。まあね、キューバーさんが言ってたように、ちゃんと占ったりをね、気をつけていきたいと思います。そんなとこかな。村は思ったこと言ってください。それぐらいです。また2周目考察伸ばします。3番のプレイヤーは発言してください。勘で2が1と2だったら1の方がなんかちょっと偽っぽいですね。勘、これは
1、2が両輪戦の可能性もあるし、まあ、1が死んで俺が間違って交差してる可能性もあるし、当たってる可能性だってあるしってところで、まあ、2番がちょっと、なんか、余裕そうな感じで喋ってて、1はなんかペラ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 なんか喋って、なんか、私、なんか俺は、なんかうまいんだぜ、アピール感がちょっと、うん。なんかそれをちょっと露骨に出してる感が、なんか、で、最後まで喋りきって、Q に対してもそういうなんか、言ってんのがなんか、新芽を勝ち取ろうとしてる、なんか、狼、まあ、信者もあるんだけど、なんかちょっと勘で、一が偽っぽいなっていう。まあ、間違ってたら申し訳ないけど。4番のプレイヤーは発言してください。なんか3番さんの話し方も気になりますよ。そういう3番さんのね、話し方も。保険かけてんのいらないなと思ったんですね。なんでそんなに欲しいのかな。4と6に言いたいけどやめよ。間違ってたら、ね、ゲームが壊れる。なんか1番2番両方偽の可能性もあるし、1番が死んだって、1番が死んで、役持ってるわけじゃないから、俺も権利ないし。可能性もあるんですけど、なんかその前では釣りをすけど。すごくなんか、まあ、俗に言う防御感ってやつを3番さんから強く感じましたね。はい。ただ1番さんの話し方が上から目線で話してたなっていうのは、まあ、すごく同意できるなと思いました。これは別になんか印象なんで、なんか新要素とか偽要素にはならないんですが、なんかなんで人狼プレイヤーってこんないちいち勘に触る話し方するのかなって思いながら話を聞いてました。はい、印象で言えば2番さんがすごくいいですね。思ったことを言えばいい。君みたいに言葉気にするプレイヤーもいたら、それは言いたくなってくるし、6番みたいに自分が上手いって言って最後に柱するっていう、困ったら柱とか、言いたくなるに決まってんだろ、上から。そうですね。まあ、基本的に自分の思考は、後続の人たちの発言も聞いてるので、ただ、このゲームでぐだぐだ言わない。ゲーム壊れる。僕が比較した場合は、基本的には一本して使用します。これ強靭だから。ただ楽しむわ。一本してするので、まあ、従っては欲しいなと思ってます。もし対抗が出た場合は、まあ、ローラーでもいいんですけど、対抗の色は村に落とさせてほしいなと思ってますね。その後に僕のことを釣るとかは別にいいんですが、まあ、なんやろ、少なくともちょっとぐらいは精査してほしい。僕のこと本物だと思った人は僕のこと新規見ようとほしいが、まあ、難しいと思うんで、そこはめちゃくちゃ許容はしないですが、って感じです。ただ対抗から釣って、人外の色を何色かを提示させてください。はい。お願いします。あと、盤面状況によって、その日の処刑者ってあるじゃないですか。占い師さんしようとか、グレーズリとか。じゃあもう基本的にその処刑対象の人たちへの精査に重きを置いてください。お願いしますね。はい。6番のプレイヤーは発言してください。なんか5番の思考を伏せるとか、なんか後半喋ってたこととか、僕は好きですね。まあ、なんか対抗出るか出ないか知らないですけど、まあ、5番のことは好きです。9番の占い理由を出すようにっていうのは当たり前の話だけだったから2周目で、1番さんに関してなんだけど、傾聴能力に関しては、まあ、個人差があるので、まあ、重要なことは何とか言ってもらった方がいいかなと思います。まあ、それぐらいの時間の猶予あると思うんで、まあ、おととびとかもあるかもしれないから、1回で全部聞き取れっていうのは、まあ、ちょっとね、占い能力持ってるんだったら不親切な方なのかなと。で、2番さんに関しては1と比較したらログは薄いなと思うんだけど、特段審議につながるような要素は拾えないので、まあ、3番さんの勘について、まあ、1面から言語化するんだったらこういうことになるかなと思っていて、まあ、4番が3気になるのは、まあ、3が何も言語化できていないっていうことを申し訳なく思っていることを拾ってるからだと思うんですけど、まあ、その要素で3を黒く見るのはちょっと違うかなと思っていて、まあ、4は釣り位置を探しているのかなって感じがします。1番さんが7白、2番さんが3白で、5番さんが霊の使用してます。はい。7番のプレイヤーは発言してください。おはようございます、村人陣営でした。まあ一番さんから死んでもらってるんで、自分は一番さんが死んだったらいいなっていう感情が入ってますけど。まあ三番さんが、一番さんを、勘で西だって言って、占われたい教授なのかなと思った。普通に。まあ現状に一番面ですけど、まあ盤面しっきりしっかり精査、考察しようかなと思ってますね。まあ九番さんは占い理由が大事だって言ったけど、まあ俺も結構大事だと思うけどね。占い審議って結局つかないから、どこ占ったかっていう、ちゃんとその考察が一番大事だと思ってるんで、まあ、9番さんの言ってることはまあ当たり前ですけど、俺はいいなと思いましたけどね。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、今のままだと4と6でいいんじゃないですか。4番は、1番が上から目線。そうね。上から目線で占いの真偽でつかないとはずなんですよ。上から目線の真もいるし、下から目線の人狼もいるし、だから何を言ってるんだろうっていう、黒要素の拾い方がわけわからないっていう、
6番はね、5番へのすり寄り。だって5番がね、対抗出るかもしんないですよ、対抗。対抗の話ばっかりしてるからっていう偽要素だって別に拾えたのに、もう5番がいいです。もうね、5番のはこの、もしかすれば一角することが予期してるような人物かもしれないですよ、狂人とかの。で、すり寄ってる。あ、ローかもしんない。ローで釣り、一角するだろうと予想して。本当の村だったら5番はね、わかんないでしょ、一角するかどうかは。別にすり寄る必要がないんですよ。この点で4と6。この2点。9に関しての2種目聞かなきゃ分かんないからって意味で、ね、4と6の欄ですね。以上です。9番。このようにやるんだよ、4番、6番。君たち気に入らねえけど。無理くり何癖つけて、理由付けでやるんだよ。はい、分かったか？ないですね、CEO は。ヒロちゃん、できるんだよ。このようにちゃんと理由付けで気に入らない4番、6番するんだよ。ゲームしながら。まあ、お遊びするよ。困ったら騎士で出るし。まあ、勘で思考を伸ばしてもなっていう感想ですかね。まあ、あとは、まあ、3番の村要素は拾えてないけど、4番さんは、1周目60秒3番だけに使わんでもよかったかなとは思う。6番さんも5番さんの話を触れるのはいいけど、好きですとか言うのはいいけど、6番さん目線、結局グレー、前任者、自分と4番しかいないから、4番の話触れてもいいかなとは思う。触れてないのがやっぱ気になるな。で結局僕って占いの話をした1周目の人間で1番と2番が出てきてるんですよ、この後に。ということは僕の話をよく聞いてる方なんですよ。はい、だって2周目出てもいいわけじゃないですか。だってこの早い順番の中で7番さんもいいって言ったのかな。8番さんは9番に1周目って言ったけど、まあ4、6の欄は結構納得で、俺はどっちかというと6番入れ、今入れるなら6番に入れます。まあ、会社は霊能対抗ケアない、霊能、5番、霊能に現状なってる5番さんの話をしてる4番に触れてないのがちょっと普通に怪しい。隠れてる人狼に見えるのが僕の話です。やるけど、ね。現状は6番さんに入れます。以上です。6でいいんじゃない？ 1 番。うん。こういうタイプ強いよ。オオカミでも俺ついて。まあいいですね。9番さん、6番から変な評価周知されてたのに、6番さんに投票入れれるっていう発言の内容を自らできてるのは非常にいいことなんじゃないかなと思いました。9番以外でいいんじゃないかなと思ってます。なんで、ね、強人の時の方が、セット回線最高なんだろう。管理触る喋り方って言ってましたけども、悲しくなってくるよ。何も管理触る喋り方してなくて、カリウドとか出なかったら占いの力よりも自分が潜伏して0.7は増やすことの方が喋り方では決まんない。仕事として大切だと思ってる方だから、だって人パーソナリティだから勝手に頑張ればいいんですよ。真面目に取るよ。それは責任がその人のせいになるだけなんで、なんか占いのせいとかにしたらただの利益をになるだけですので、ご自由に頑張っていただければいいんですよ。だから僕は別に自分の発言の内容で圧力を使うような発言は一言も一周目していないんですよ。どちらかというと3番シャンとかの発言の方が圧力のある発言をされていたと思うので、勘だけで1番が偽だ、2番が気分が楽そう、まあ、余裕そうに見えるから死んだという、まあ、1番に向かって言う発言の内容としてはもうほぼ暴言に近い発言だと思いますので、僕はまあ4番シャンはなぜ3番が発言の内容で明らかにおかしく、1番が普通に喋っているところを1番も同調として、同率としてね、発言が強かった感じに触る発言だと言ったのかを教えていただきたいですよ。で、6番さんね、簿記の発言の内容でさ、なんか不親切だっておっしゃったんですけど、簿記1周目9番さんに言った通りですよ。1日目におかしい人の発言を1周2周と喋りますよね、まず。その発言の内容からどこどこを占った理由、これが理解できない、聞いていない人、そっちの方が不親切じゃないですか。なんで1番の方が不親切になって、話を聞かない方が不親切じゃなくなるんでしょうか。教えていただきたいです。変な9番さんに対する評価意思を6番がしていて、9番が6番を釣りをしていたことから、9番。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、流暢に話しますわな。わかんないですよね、これ。あのね、単体で言ったら別に6一本しての9。そんな、僕が好きって言っただけじゃないって思ったけどな。それに対して、太鼓の1番さんっていうのは、9はすごくいい。で、9は6して。ってことは、なんか6はついたくねえなって思います。
わかる？俺の対抗だから。ただ、そんなにね、グレンの中で怪しいという怪しい発言はなかったと思うけど。うん、まあ、セオリー通り。プラス占いでもしときますか。うん、っていうのが今の現状です。まだまあ、2週目話してない方が多いんで。それ聞いてからだけど。じゃあ6、なんかな、9の。9の6して、そんなに6行きたい要素が俺には分からんかったな。ただ太鼓の1番はそんなに1級だとして、9めっちゃいいやん。って言うかな。4番さんの、なんか1の上から目線分かる。っていうのは、まあ僕からしたらありがたい発言なんだけど、わかんないね、2周目聞いてからじゃないと。ごめんなさいね。3番のプレイヤーは発言してください。なんか1に怒られたんだけど、しょうがないじゃん、勘で思ったんだからっていう。暴言って言われても勘だからね、正味。で、まあ2周目、聞いて、まあなんか、精査がまとまってんなっていうのは1番。で、2は精査がまとまってないから、だからその2が、1が、2が、人狼だったときは、ノープランすぎる。まとまってないから、なんかこう、今考えついたことを喋っているっていう。2周目の猶予で考える時間があるのに。で、1に関しては、まあ、死んでも、まあ、あれなんだよね。だからどっちもあるんだけど、死んで、まあ、先生がまとまってそのまま喋ってるか、まあ、人狼でそのまま喋ってるか。うん。2は心境1で、1は、まあ、心狼1なのかなっていう考察の仕方が。言ってる意味わかるかな。そう。で、まあ、2番にせよと場合って狂人でわかんないから、こう、パーパー言ってる可能性もあるし、死んでパーパー言ってる可能性もあるし。まあ、1位は、こう、先生がまとまってるから信じてる可能性もあれば、狼で、なんかもう、プランを決めてるっていう。ただ、2番が偽で人狼って、なんかノープランすぎるなったから、2番が偽でも人狼はなさそうだなっていう感覚です。うん。まあ、グリーンいる狼じゃ、まあ、わかんないですね、なんか。うん。まあ、4番は、なんか、言ってたけど、まあ、ね。1位から言われた4番のアンサー答えればいいんじゃないですかっていう感じで。まあ、あんま占い審議つけるとね、まあ占いに神入るのめんどくさいと思ってるから、まあ。うん。はい。4番のプレイヤーは発言してください。してください。いや、一応言えよ。一応言えよ。思うんですよね。てか3番おかしくない？3番ってさ、1番2番がね、1番が新郎1、2番が新郎1って言って、まあ結局その新郎か新郎かって分かってない状況なのに、結局3番が懸念してるのって、なんか新郎過程だよね。紙が入るかもしれないって言ってる時点で。だから3番おかしいっすね。はい。あと、圧倒的におかしいのは8番、9番。まあ占い師で上げていいんだったら1番ですね。まあ1番ちょっと人外だと思ってんで暗殺しません、僕は。はい。8番ね。まず、これ8番は絶対残しておけないです。もう2週目の発言聞くまでもないです。だってこの人話聞いてないんで、俺って1、2の審議つけてないんですよ、1週目。これは印象の話ですかって明言した後で、印象で言えば1番さんが上から目線で話してるのは3番に同意できると。だから印象で言えば2番さんの方が印象いいという話をしてたんですね。なんかそれなのに、8番っていうのは僕をね、4、6の欄で4番を指定してて、4番の理由がね、印象で審議ってつかないのに、印象で占い師の審議つけてる4番が変って、はは話聞いてたかって思いません？でましてやさ、謎なんですよ。でだったらお前さ、4、6の欄じゃなくて、3も欄に上がるだろって思いません？ 3 番が一番最初なんで、1が偉そうって言い始めたら、俺偉そうまでは言ってないんですよ。上から目線って言ったんですよね。結構言葉を選んだつもりなんで。はい。9番に関しては、話聞いてたかっていうふうに思いましたね、こいつに関しても。8の4、6欄ってないから、納得いってるのに意味わかんないから。ね、しかもなんか4に触れてないから6変ってその後言ったでしょ。いやそれはさ、6が欄に上がる理由じゃん。でも4が欄に上がる理由って道理ないっすよね。5番のプレイヤーは発言してください。はい、まあそういうことらしいので、お前こいつはなしでちゃんと番号で呼びましょう。どうしようかな、どうしようかな。なんかね、
7番、3番。なんか白崎から釣りたいんやけど、そんな進行を取っちゃったらいけないと思うので、ブレランにしましょうか。騎士ごめんなさい、出てもらっていいですか。申し訳ない。カリウドしたいことあると思うんですけど、出てください。お願いします。はい、ありがとうございます。おお、9狩りでかいね。9狩りでかい。じゃあ、ほっとく。9狩りならば、ほっとく。9番さん、ユーカリもほっとく。占いとか別にどうでもいいですけど。4番、6番で立てる。もうあとはもうゲームしてもらう。いつものスタイルで。俺は釣られてもいいから、強人だから。ロー釣るのがめんどくさいけど、どっちも嫌なんだけど、4。指定するって言ったが、俺あんまりなんかグレーズって人狼時の時現状しないので。4も6もマジでいらないんだけど。お願いします。グレランで。はい、行きましょう。返り討ち食らっていいや。自身がもし釣られて、自身が村人の方が釣られた場合は、自視点から見える人狼位置を、まあ、なんか、4の6のどっちのローもかばいたくような内容で教えてもらったら、まあ、あなた、その人の色は僕の霊媒結果で落ちる可能性があるので、まあ、その推理も参考にしながらということで、やっていきましょうか。そんなにグレー、なんかね、片白にはどっちか、強人か人狼か分からんけど、人外がいますね。3番、7番に。6番のプレイヤーは発言してください。っていう話だったら喋りやすかったんですけど、まあ、7番さんなんだけど、7は1が真だったらいいなっていうのは逆じゃないかなと思ってて、7が村だったら、まあ、グレー詰まってる方が議論しやすいんだから、まあ、7に白持ってる1が真の時の方が考えにくくなると思うんですよね。で9がいいと思ったのも、ちょっと7番さんに関してはよく分かんなくて、で8番さんに関してなんだけど、まあ、6が5にすり寄ってる狼があるかもっていう判断自体は間違ってるけど、その思考過程がめちゃめちゃ良かったなと思ってて、まあ、あんまり8狼に見えてない。まあ、6は実際には村側なんだけど、まあ、5の話に聞き入ってさ、まあ、信頼する必要は確かになかったから、まあ、思ったことそのまま喋っちゃっただけなんだけど、まあ、人狼ゲームの6の作り方としては、まあ、6が良くないから、まあ、8から6が釣り位置になるっていうのは分かって、あーない、1がね、6から評価回収されてたって言ってたんだけど、そんなわけないですよ。6って9は占い理由を出してただけだから2周目という発言しかしてなくて、これで9に対して評価回収を仕掛けたっていうのは全うじゃないから、1の2周目っていうのは議論をねじ曲げていて、で、あのね、これ話せないんだけど、4、8どっちも村だと僕も思ってます。7番のプレイヤーは発言してください。俺は4番釣りたいかな。4番さん、4番さん目線は3番さんが気になるって言って、一番が二者だって言ってる思考が俺には分かんないから。三番さんって二番さんの潮先だよね。そこを怪しいと言っておきながら、一番が二世って言ってる意味が分からなかったんで、四番から行きたいかなと思ってますね。で、占い審議は圧倒的に一番が真かなと思ってますね。二番さん目線、一番さんが六番さんを釣るって言ってる状況で、ラインにも見ないし、結局釣り位置も上げない二番が真に到底見えないんで、二番が二世かなと思ってます。うん、まあ発言、8番さんの発言聞くけど、現状俺は4番でいいかなと思ってますね。なるほど、でももうかばいきれねえから、釣ろ。で、6番に言われたけど、9番の印象が分かんない。発言が、8番は、いや9番暴言吐くとかって言っときながら、暴言吐いて注意されてるの4番だから。こうだから人は。つけられなかったら自分が暴言吐いてないと思い込んでるから。理由が大事だと思うから、そこで審議つけられる。人の責任だけするから。だから印象は別に悪くないし。4番って天候の時に聞いてそうだよ。それが素直な。ただ4番危険ラインだけど、もうかばいきれない。4、1でも。うん、もうかばいきれない。6、1のライン。俺は4番から行きたいかなと思ってますね。どうしよう、もう。8番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。4番でいいと思いますよ。うん。まあ確かに1が死んだと考えれば6行きたいんですけど、発言が確かに奈良のしてきた通りなんですよね。片白の把握漏れかわかんないけど。まあ、6番の気持ちも、じゃあ、加えて3、4の欄にしたらいいんじゃないですか。もう、6番から白行きたかったら、7よりは3番の方が変なんだから。グレー行きたかったら4。まあ、4番に割らし行きますけど。うん、4、3でいいんじゃないですか。3番ももうわけわかんないから。2番が死んでもね、仮に3番強陣まであるから。4、3欄。私4番行きますよ。うん。あ、私そう言ってもさすがに、役のね、指示は、守りますよ。4、6だったら4番の方がおかしな発言してるよ。把握漏れが起こってる7番の言う通り。6番だったら怖いねとは思うけど、思考過程がね、正しいと言ってくれたのでね、なんか、評価してされてるんでしょうかね。4いきます。はい。はい。投票かばいきれねえよ。あげてくれ。もうかばいきれねえよ。かばいきれねえわ。どこまで俺黒くなりゃいいんだよ。かばいきれねえよ、もう、こんなん。もう6いけねえよ、もうよ。なんか6生きてんだけど、いけないよ、もう。どうしたらいいの、先生、もう。
4番よしのプレイヤーが選ばれました。よし、これはね、これはね、14があるかもしれないんですけど、以上です。2番3番頑張って。夜が来ました。あのチャットにも書いたし、天候の時見てた人わかるけど、町は暴言中だって言ってたんですこの人。そしたらね、この人ね2周目釣られて暴言吐きまくるっていう。そうなんですよ。私の方ってね雰囲気暴言中なんですよ。でも4番って言葉が優しそうだけど暴言中なんですよ。困ったら暴言吐く人で、僕は雰囲気暴言中で雰囲気なんですよ。ファッション的なもんでそう見えるだけで、言ってる内容って実はあの2文字の言葉とか使わないです。4番みたいな言葉使わないんですよ。使わないんですよ。僕は。だって僕編集してもめんどくさいもん。うん。僕はね、聞けばわかるけどね、暴言じゃないんですよ、内容が。中身聞けばわかるんです。本当の意味で聞いてる人は、僕はね、暴言中だと思ってないんですよ。なんか怒りっぽい人だと思っても、言葉の使い方は僕は荒くないんですよ。言葉の使い方、実は。あ、言い方は荒いかもしんないけど、言葉の使い方は4番の方なんですよ。本当に、今チャットで言ったんだけどね、この人僕に転校の時に暴言中って言っておきながら、まあ、一応ローンだったら終われば、もう、かばいきれねえもん、こんなの。こんな黒いやつ。昨夜は誰も死にませんでした。だろ？もうこんな黒いやつかばいきれねえから、早く終わったら、絶対かばいきれねえもん、これも。申し訳ないけど、もう6人流せない。3番のプレイヤーは、奇跡あんの？発言して4白なの、これ。はい、お願いします。4白で、ああ、1、2、1000円合ってるやん。俺の勘が、初週の。なんかうさんくさいと思ったんで、1っていうのは、なんかペラ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 喋る。で、何、9番どこ声？こぐっちょに決まってんだろ。5？ 5以外どこあんの？なんでカリザ出てんのに5番勘でいるやろな。4番の色を隠したかった。もしくは9番を仮眠をしてしまった場合、1番の発言が1番最初になっちゃうから、発言を持ってきたかったから5番を噛んで、ランダムで喋るタイミングが後ろになればいいやと思って5番を噛んだか。なんでカリドが出てるのに9を噛まないで、なおかつ相方も釣られてないのに5番を噛む必要性があったのかってなった時に分かってもらえると思う、みんな。うん、はい。なんで、まあ、1番2世確定してるんで、俺はね、17です、これ。はい、まあ、か、1強の7番狼に、どっかって感じかな。6、8のどれかって感じ。かな。ぐらいいいかな、俺の目線としては。だ今日、まあ、7番さんつってください。3ならんだと思うんだけど。ぐらいかな。まあ、リニアかなってんじゃない？まあ、1位が強か狼か分かんないけど。まあ、狼だった場合は9を噛まないで、5番噛んで、で、システム上ランダムになるから、喋るタイミングが。9を噛んじゃうと一番最初に喋っちゃうことになるからね。発言がもう、5
こう、後から持ってくっていうことはできなくなるからねっていうので。はい、まあ、7番さん、釣ってください。すげえな、俺の勘が当たったわ、最初の。5番のプレイヤーは発言してください。いや、なんかね、僕が霊媒師、まあ、まあ、進路か進路か分かんないんですが、まあ、グレーにひょっとしたら狼がいたかも分かんないんですが、4番さんの思考をめちゃくちゃ使いたかった。白でも黒でも。なので4番さんに投票しちゃいました。で、なんかね、囲うなよな。絶対囲いにしか囲いにおると思ったもん。だからなんか一本指定しようと思ったけど、白先釣りとか、まあさすがにね、ちょっとえげつないんで、やめたんですが。自指定、うん。まあ自分の中で投票する方は、まあ一応、今の段階では、昨日の段階では決まっていたんで、まあ、今日の発言も加味した上で精査しますので、3番、7番の欄でお願いしますね。はい、3番と7番の欄で。で、まあみんな、グレーの人たちとか、まあ、占い師の人とか、黒打たれた人たちが、まあいろんな思考を述べていってください。はい。自分はどう思うとか、どういう狼構成で起きてるとか。まあ僕が見はシンプルに3番、7番の中に人狼がいるっていうか、ほぼ言ったんで、邪魔だ、邪魔なんじゃないですか、シンプルに僕が。僕が邪魔だからだと思いますけど。はい。そんな感じで。はい。で、基本的には、まあ、決め打ち進行を取っていきましょう。どうしても、3番、7番の強黒、強狼の場合の時とかは、まあ、ケアするべきですが、まあ、いろんなことを懸念しながら生きてる人たちで頑張っていってください。はい。まあ、強鉢がなければ、勝ち筋はぐっと上がると思うので、しっかり推理を落としていきましょうね、皆さん。はい。村人は怪しくならないで。まあ、はい、頑張りましょう。6番のプレイヤーは発言してください。はい、37ラン了解です。僕、1、2世だと思ってるんで、7行きそうです。白崎がどちらもパンダになってるから、占い進路の白崎相方かなと思っているけれども、まあ、3がね、なんか感覚的な精査をしてる人なのは、まあ、1日目の1周目で汲み取れたはずなんで、まあ、4のね、1日目、2周目の、まあ、発言内容ちょっと忘れちゃったんだけど、3への殴りがずれてるかなというふうに僕はメモ取ってました。まあ、記憶力あんまりいい方じゃないからメモしてるんですけど、まあ、4の8視点2が死んでも3強あるなら4変にならないっていうのはその通りなんだけど、多分ね、昼の発言で4番さんって思ってるのと言ってる発言の、数字がずれてて、その結果、汲み取られ方変わってる可能性があるんですよ。これ、8番さんも確かね、ちょっと言い間違いがあったんで、番号の言い間違い気をつけてほしいかなと思って、僕も気をつけます。1が6から評価集されてたって言ってたんだけど、そんなわけないっていうのは、昨日言った通りです。6が、9は、占い理由を出しただけだったから、まあ、2週目っていうことしか言ってなくて、これ9に対して評価集かけたっていうのは真っ当じゃないですよね。で、1の2週目っていうのは議論ねじまけてて、で、発言内容から占い理由を汲み取れっていう。7番のプレイヤーは発言してください。6番さんもっと落ち着いた方がいいと思うよ。うん、2番が2世なんで、2番言っていただきたい。うん、そもそも初日2番って精査してないじゃん。1番さんが6番行くって言ってるから、6番はないからとか言って、それで止まってたじゃん。どこに芯があるのって話だよね。普通に。まあ感情的に6番目線は1番が印象が悪いのはわかるけど、1番が芯なんで、負けるわけにはいかないんで、うん、で3番の偽予想っていうか、3番目線なんか、どこ合意したのとかって、そんな必要なくない別に。どうでもよくない。それよりも3番目線、俺が人狼なんだから、俺の偽予想を上げるべきでしょ、普通。村だった場合って。どこ合意とか、そんな、どうでもよくない別に。ねえ。そんなに重要なの ?5番かばれたんでしょ、そんな重要なのそれって話だよね。普通に。そんなの白々しい人狼でしかないんで、3番言ってください。3番言ってね、6番さん。4番さん強人じゃない？なんか8番に対して、8番が強人だって言ってるけど、4番目線、8番のローっていう目線はないのって話だよね。強人で落ちてると思うよ、俺は。白だったんでしょ？うん。3番言ってください。8番のプレイヤーは発言してください。はい。うん。2番の占い値って普通8じゃないですか。投票してるんだったら。はい。で、私が人外だったら4と6だったら6行きますよ。で、あの時5番がそういう風に言ってるんだったらしれっと3番行きますよ。4番って何？ 4 番言うけど、私が強人で4番みたいな黒い人釣らないで6番行きますわ。4番なんて釣るわけないでしょ、私が強人だったら。自分がどれだけ黒いかわかんないですか、発言でも。で、7の言う通り3って発言せず全くしてませんけど、3番と、7番の黒よそも上げず、1番の黒よそも上げず、しらばっくれてるだけだから、6番も目を覚ましたら、
3、6だったらもうか、あ、それはそうなんだろうけど、6番が村だったらね、6番に巨人だったらもう3番の精査しないところに気づき始めたのかね。普通に考えて何の言う通りで、精査は3番は全く落としてません。はい。発言精査ができていないので、3、2、ローロでロックしてます。3番いきます。はい。9番のプレイヤーは発言してください。お願いします。まあね。まあでもなんかこのゲームってね、結局僕一周目になんか裏の話したんですけど、この後1番2番が最後喋って、どっちが進化にせか決め打つ場面でお互いに黒出してるんで、なんでそこを裏になって黒が出たか、まあ明確に話せる時間ができますねって感じですね。本当言ってよかったなって感じですね。はい、それが今一番思いましたね。そこが次一番さんからどう出るのかが楽しみですね。7番さん目線って4番巨人おったら6、8隠しろか。へえと思って聞きましたね、今。まあ、3番か7番に絶対に入れてください。これだけはお約束お願いします。まあ、1番、2番とかに入れず3番か7番に絶対に投票をお願いいたします。自分はもうどっちに入れるか決めてるんですか？どっちに入れるかは言いません。うん、その後の占いの方の言い方変わるかもしれないので、僕はどっちに入れるかは言いません。はい。けど、占いの方の、内容によって変わるかもしれません。とだけ言っときます。ですかね。はい。まあ、僕は、ちなみに偽の占い師は人狼だと思ってます。はい。以上です。1番。のプレイヤーは発言してください。そうですか。じゃあ僕はもしかしたら合わないかもしれないです。2番3強人で3番6番狼だと思ってるんで、3番シャンに今日投票入れてくれないと負けると思っていて、この理由は3番シャンが2番シャンに対しての心境要素を言っていたんですが、なんとなくわからん感じがだけなんですよね。6番シャン、その3番シャンの占い審議が良かったと1日目の2週目おっしゃってました。なんとなくわからん感じが2番が心境、一番の考察をしているのが、考察をしていること自体が人狼要素だと3番シャンはおっしゃっていて、その占い審議が良かったって言っていたのが6番シャンです。ただのフィーリングだけで精査をしている3番シャンの発言考察、どの内容、どの発言からっていうのを一言も言ってない3番の占い審議が良かったと言ったのが6番シャンです。だから投票入れたし、今回も一番の発言の内容がおかしいと言っていたのが、1番の発言の内容でおかしい要素が9番への評価集を自分はしていないとおっしゃっていました。9番は1周目発言の内容で、占った先に対しての意見表を言ってくれと。そして1番は、いや、そもそも1日目の1周目や2周目を使って発言の内容でおかしい要素を挙げているため、2周目以降それに更新が入るのは色結果を見た後だから、2周目に言う前にそもそも1日目の発言の内容をちゃんと聞いといてくれとお願いをしました。すると6番は9番の発言に同調し、1番が占い師ではないという発言をそこから述べてきました。そんな論ありえません。この世の中にそんなものは存在しません。9番の発言の内容を聞いて、1番の発言を聞き、1番の1日目に挙げたグレーのおかしい要素をちゃんと聞いといてくれと言ったのが人外要素と言っている6番の1番の人外要素は成り立ってません。以上です。3番シャン映ってください。3番6番狼2番狂人だと思っていて、3、6が2番を狂人で送る理由がちゃんとしていないのに、そこを評価しているのは2番の狂人助だと思ってました。サンジュリ、以上でしょ。2番のプレイヤーは発言してください。じゃあ1番さんは4番さんは、確定村だと思ってるんですかね。昨日の時点で4番さんに行くのがマジでわからなくて、かといって、だからグレーで上げられないのはグレーに同要素がなかった。はい、八番さんに言われたけど、八番さんあなたは強人だと思っています。今のところ17ロード、8強人だと思っています。だから4には、4のロジックというか、発言、遺言にも言ってたけども、あれ数字は通ってて、そこを叩いてる7、8があまりにもおかしい。なんか何を正当化させてるんやろって。うん。で、7番さん4強置きですか。うん、もうよくわからんよね。じゃあ仮に私が、2番強人でしょ。で、3、6、ローローだとして、6番さんは、初週の時点でもう4、8村置きしてるんです。
そんなことします？最初から。うん。そこ汲み取ってもらいたいかな。あのね、だから、僕が言ってる、最初の、2日目の発言か。その1が6、9を押してて、で、9は6に行きたいと。だから6に行きたくないとしか落とせないんですよ。グレランだったら、グレーにローがいないと思ったから。うん、だから今日普通に7占って、はい。プロ出ました。以上です。投票を始めてください。ありえん！ほらじゃないべ！あ、知らない。うん、間違ってたら知らない。うん、芯取れなかったやつが悪いから。俺知らない。うん、まあ、ロラすればいいし。できないけど、できないからもう知らないよ、俺。負けても。責任取らないからね、俺は。3番のプレイヤーが選ばれました。まあ、3番がローでも釣り切ってあげるよ。ドラしてあげるから大丈夫な。発言してください。ん？待って。5は何してんの？ん？何してんの？ 5 番は。まあいいや。PP なんだけど。読んで巨人か、巨人が落ちないと。9考えてね、多分評価。9ってどこ入れてんだ？おお、9、え？あ、9は？な、9番評価値されてんじゃん、1番に。まあ、だから構わなかったとか、いろいろ理由あると思うけど。てか、1番のね、新占い師の時の発言聞いてみたいわ。うん。なんかね、なんか初週で聞いて1と2でね、なんかね、1番癖なんかな。なんか喋り方がね、こう、なんかね、なんつうんかな、こう。3番ってメタ要素っていう。例えらんないんだよな。俺の感覚だ。ジャンヒロだと思うけど、でも自分の動画内では、このメタ要素的なところは言ってるけど、俺、口に出さねえからな。夜が来ました。まあ、その辺はいいけど、なんかメタ要素集をなんか出してる、ヒロちゃんのあれを受け継ぎましたって言われても俺困るからね。口に出さないから、メタ要素は。3番とかさっきの試合もそうだけど、ヒロちゃんの潜伏だから死んだって。あれは言わないで理由なんかつけてくんねえ、なんか。アジバンが1白を打ったからとかさ、なんか言ってくんないとさ、一応なんかメタ要素あるじゃねえって思われたらあれじゃねえかっていう。まあいいんだけど細かなところだから。わかんないっすよ、僕は全然。ただ単に適当にやってるだけだから、ヒロちゃんは。わかんないよ。ああ、3番4番が熱くなったからね、まあローだったら釣られてください。ヒロちゃんに投票したら、ね、天罰下りますよ。まあ、いいじゃないですか。負けたら5番側と9番が悪いんだから、6番も、何？え？ 6 番も。じゃあ、6番の言う通り、釣り切っちゃいますか。6番が正しいんだったら釣り切っちゃいましょうか。昨夜死んだのは、5番。6番のプレイヤーは発言してください。まあ1、2世なんですよね。まあ言っとくんだけど、9からつなげて1の2世要素にしたんじゃないんですよ。あの1周目言ったこともう一回言いますね。傾聴能力には個人の差があるので、まあ、重要なことは何とか言ってくださいねって、それぐらいの時間の猶予あると思うんで、まあ、おととびとかもあるかもしれないのに、1回で全部聞き取れっていうのは、ちょっと占い能力を持ってるとしたら不親切な方だと思いますっていうふうに僕は言ったっていうふうに記録を取ってるんですよ。で、1番さんってなんか9番さんの発言からつなげて、まあ、なんか1の偽要素をしてるみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、違うんですよね。単体で1番さんの言ってることっておかしいから、僕は1番さんを、まあ、偽だよってはっきり言ってたんですけど、あのね、3番さん確かにね、釣りたくなるのはわかるんですよ。ただ3番さんって1周目からずっと感覚的なことしか言えませんっていうことをずっとアピールしてる人だから、で、あの3番さんがね、1、2の精査を完全に真逆で言ってるんだったらともかく、まあ、1、2世をはっきり当ててる人だから。7番のプレイヤーは発言してください。ああ、そっか、2番さん強靭だから俺に黒は打てるのかね。破綻ないもんね、2番さん目線。対抗の城先にね、村の俺に黒って打てるもんね、普通に。それは破綻ないわ。うん、まあ6番で終わるんで6番行ってください。5番さん言ってたよね、決め打つって。うん、まあ3番さんの人狼予想は3番さん遺言でさ、
俺の勘は当たってたって言ってるけど、いや、それその遺言じゃなくても言えるよね、その発言で。普通に。だって3番目線さ、1番さん人外なんでしょ、人狼なんでしょ。その状況で3番目線当たってたって、もう結果論でしかないから。うん、6いって終わり。6いって終わり。2番さん強靭で、3、6ロール、6番いってください。8番のプレイヤーは発言してください。あ、6番しか行かないですね。3、6ロール、2強靭。うん。まあ、思いますよ。6番さんはさすがに白かったですよ。まあ、4番がね、やらかしてしまって4番を釣らないで6釣ればよかったですね。うまかったですね、私の評価集が。さすがにでも無理ですよ。3番と7番の発言を聞いて、3番のどこに、発言もしてない3番のどこに村要素があったのか。あんなのだったら普通に変えたら3番が劣ってます。1番、2番もこの占い先。2番視点普通占い先8番ですよ。で、今日は1番。ありえないでしょ。1番し、普通に考えて6か8に色付けなければおかしいですよ。はい。私は思いますよ。この世界。いつも思ってます。素敵な女性プレイヤーとゲームがしたいと思ってますね。まあ、36の悪の男性人狼を釣りましょう。そして、ね、私は幸せな世界を作りたいです。6番いきます。9番のプレイヤーは発言してください。そうだね。そうだね。そうだねって感じですね。1番、2番、2番シーンだったら17。1番、2番だったら2番強靭になったんか。さっき、2番強靭か8番強靭で話されてるってことでしょ ?2 番が8番強靭予想してるから、で、7、8で6が2番強靭予想してるから。まあ、ああまあ、あ、そっか、ご縁的初期6人だけね。まあ、わかりました。もう一回占いの話聞いてから投票決めます。いや、もう終わりなんですよ、9番さん。プレイヤーは発言してください。世界平和、女性プレイヤーの話した時点でもう終わりなんですよ、このゲーム。一番の人外要素ゼロなのに、優しく言ったけど、一瞬言ったけど、このゲーム終わりなんですよ。3番さん人狼でしょ。2番に対する心境要素は、納得がいく。3番、6番の言っていた2の心境要素、納得いくと言ってる方。侵害発言したんですよ。PP 宣言の発言したんですよ。まあ、これ6番車の狼を釣った後に教えていただきましょう。ほんで、あのね、なんていうかな、そもそも3番が1番に対する発言の内容、わからないけど勘のみ。で、6番車の発言の内容で9番に対する評価集してない嘘。9番の発言の内容に対して、発言がそもそも1番は占い師として、その発言の内容として理由を言うべきだという発言を、1番はそもそも1周目から聞いてくれって言ってるため、捏造もクソも6番さんが捏造されてましんでね。ちょっと謝っていただきたいです。9番の発言の内容に1番がいいよとない。1周目から発言を聞いておいてほしいし、1周目から理由を言うし、1日目の2周目になったらその理由を占い師に対しては述べているはずだから、その発言をちゃんと聞いておいてほしいと。お願いした1番の発言の内容。その1番の発言の内容が6番の捏造。ふざけないでください。ふざけるな、人狼。6番さん釣ってください。でね、あとなんか3番さんの言ってた1番の狼要素、あと2番さんがね、今日グレーに狼がいる可能性があるのに、太鼓占いと僕の白先占いしか黒を打ってないことから、強靭はわかると思うんで、6番投票で大丈夫なんですけども、あと3番さんの言ってた1番の人狼要素、後半のどこから始まるかわからへんから、1番が後で発言の内容を持ちたかった人狼でしょう。あのですね、9番さん髪抜いとったら、前半の発言の内容全部すっ飛ばして7番の後ろの人狼が発言できるんで、それ1番の人狼要素になってません。くっしゃくしゃくしゃ。6ずり。2番のプレイヤーは発言してください。え、そうな。俺は6占って、仮に 6でも8でも占ったとして白って出たらさ、16分からんから同じじゃね?2 番に言うと、一応1番強靭がある。こういう時に面倒くさくなる。6と8の心理。だから普通、一番が強靭がある、一応。そういう時に面倒くさいパターンが存在する。だから一応グレーで、二番してはもう一番は人外だから。だから、それやった方がいい。強靭の時あるが。うん。万が一言っとく。これ癖になってたらダメだから。
みんなにも言っとく。強靭の時があるんだよ。どうだと思ってたら。やばい時があるんだよ。だからさ。で、村の審議で2分1負ける、外して負けるがあるんだよ。一番さんの喋りがうまかったかな。え？ヒロちゃんの、ヒロちゃんの喋りの方がうまかったんじゃないですか。肉気4番、6番を叩き潰す。フェアプレイの発言で、ヒロちゃんが防衛中という熱をかます4番を釣って4番が防衛吐くっていう面白いゲームでしたね。人は自分のことは理解してない。本当の人はわかる。ヒロちゃんは雰囲気パッションで暴言は吐かない人っていう。本当の正しい考察は。で、結局、あ、分かってた。占い師には分かった。1番さんも別に釣りだから3番釣りをした。最悪釣りをされてもいいなと思って。2の3四郎は多分硬いから、3番村だって分かったから。始めてください。だから、俺して。ありえん。オラじゃないべ。3番のと4番をランテージして、うまいこと3番いかないかと思ったけど、4番はかばいきれねえからもう諦めたわ。おお、で、暴言吐いてるから、やりすぎだからこれ村あるかなと思ったわ。楽しかったですね。長い戦い。が選ばれましたさあ、遺言を聞きましょうか。4番、6番さん。暴言を実は優しい言葉で、マイルドな言葉で暴言吐く4番ちゃんと、発言して困ったら柱の6番ちゃん。ね、3、7番投げて1投票して決戦にできなくしてしまったりとか、まあ、あとはね、最後、まあ、2番さんもね、どこ投票合わせてくれっていう発言なかったし、僕も、まあ、できなかったから、まあね、申し訳なかったですね。まあ、8番さんが、まあ、僕は今でも村かもしれないと思ってるから、まあ、8番さん村だったら聞いてほしいんだけど、あの暗黙地の事件っていうマイケル・ポランニーっていう人が書いた、まあ、高橋功先生っていう方がね、翻訳した本があるんですけど、この中にね、人間っていうのは、まあ、自分の思ってることの全てが言語化できるかっていうとそうではないっていう話がね、前半の方に載ってるんで、まあ、よかったら読んでいただければなと思います。3番さんはね、なんか感覚的な人だっていうのを自分で、まあ、おっしゃってた方なので、まあそうですね、7番さんは、まあ、チャンヒロと言いますよ。私の動画を見て、昨日ゲーム学んだ人なんだけど、変則ムービーやっちゃってる人で、まあ、自分に白さしてる方が、ね、悲しくなってきますけど、自分の白と合わせて情報が増えるから無意識のメタでも使っちゃうけど、悲しくなっちゃいますけど、うん、まあ、だから7番、うん、僕はそんなことやんないんだけど、試合中は目を閉じてそういうところはちゃんと僕がやってることを学んでほしかったんですけども、無意識のメタとかやっちゃうので困っちゃったなと思いながら、さっきの試合も連服のヒロちゃんは死んだとかわけわかんないこと言われるから、もうちょっと理由つけてくんないと思いながら、うん、ああ三番さんのことをよく分かってます六番さん、うん、うん、でもいい話でしたね。まあ黙っときますよ、反省会で。上には上がいるってこと、四番六番が いくら話術があっても最後に笑うのはヒロちゃん。笑うのは最後に笑うのはヒロ。うん。まあ。まあ、4と6ね。あれだったから、一応話術で釣りをしました。ああ、大したことない話術で。すいません。ヒロちゃんデータがあれば、あんな釣りをしはしないんで、ヒロちゃんは。朝が来ました。4と6の村を考えるんで。うん。そういうプレイヤーなんです。ナンバーワンとは。昨夜死んだのは。いかなる場合でも村を拾う。だから精査が違うんです。まあ言っときます。以上です。ゲーム終了。人狼の勝ちです。さんって言葉絶対出ないから。言ってくれてありがとうございますなんて言葉出るわけないから。多分文句しか出ないから。うん。うん。あと遺言多分言っても怪しいと思った人を釣ってるから、あんまり僕もそうだけどあんまり聞かないんですよ多分。まあ色結果で見てもらうしかないのかなと思ってますよね。うん、難しいけどねこれは。うん、いや朝が来ました。難しいですよねゲームを。本当に難しいです。昨夜は誰も知りませんでした。占い師の時は回線がおかしかったんで、本当聞こえなくて、本当に聞こえなくて。4番
のプレイヤーは発言してください。はい、頑張ります。霊媒師です。まあ、ちょっと立ち位置悪いんで、乱指定とか一本指定とかほぼできないと思うので、騎士の人には、まあ、3使用、占い3使用の3、1番目以外は基本的に出てほしいと思ってる。少なくとも俺より後続に騎士がいるので、まあ、その人に進行を委ねたいかなと思っていて、この位置で、なので、普段は結構思考を隠したりするんですが、まあ、意見は言っていこうかなと思ってます。なので、まあ、それも推理材料の糧として、まあ、発言していってください。で、まあ、3、1番目とか2、1番目とかいろいろあるじゃないですか。ヘトシャ僕の対抗出るとか。まあ、その時の処刑対象に対しての、発言を重きを置いてほしい。ただ、霊媒に、霊媒、俺の対抗出た時とかは、まあ、そこまで入れんでもいいけど、まあ、一応対抗からずっとほしい。対抗が何色かを、まあ、村に落とすが俺の仕事だと思ってるから、まあ、よろしくお願いします。はい、まあ、頑張って勝っていきましょう。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、4番に関しては、この位置で、なんだっけ、まあ、ランテージとかもできなくて無理だと。だとしたら、わざわざ1周目に出てきて、なんか弱いとかって発言せずに、出なきゃよかったんじゃない？せめて2使用を狙えっていうのと、自分より後の騎士が進行を取ってほしいとかって言いますけど、僕が騎士だったら何も意味ないっすよね。って思いました。まあ、時間ないんで、2周目話します。頑張ります。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、出方云々の考え方が思いよりだけど、5番が俺が騎士だったら意味ないじゃんっていう、そういうやつだけはあんまり意味ないかなと思ったかな。多分俺も4の1で自分が霊能を持ってたらランテージも上げないし、占い精査もしないので、っていうのはそれを利用されて、なんだろう、大川で利用されるんだよ。で、結局4番残るから、多分4番自体はそれが言いたかったなと思うけど、4番は俺あんまり対抗が出たら対抗かつてくださいっていうのは、なんか対抗出てくるんじゃねえかなって思っちゃうから、そういうところで4番の変だなって思ったのはね。だ、5番が俺が騎士だったらどうすんだっていうやつだけはいらなかったから。7番のプレイヤーは発言してください。6番さん良かったですね。4番さんのその対抗が出るんじゃないかっていう嫌悪感を示してるんであれば、4番さんが潜伏して2周目出ればいいだけの話なんで、そうなった時に4番さんがグレースケールを強くしっかり上げて、村に信用されるグレースケールをしっかりと上げることで、4番さんの真の軍配が上がって対抗側からされるんじゃないかなと思ったんで、6番さんの5番さん4番さんに対する指摘も良かったと思います。まあ、5番さんに関してはまあダラ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 なんか話してるなって感じでね、もうちょっとね、なんかピシッとなんか決まったようななんか進行論はないのかなと思いました。はい。まあ、4番さんのね、意見は分かりますけどね、ただその騎士さんがね、出るか出ないかって、その騎士のね、あの考え方によるんだ、その人の。だからそれ分からないね。はい、以上、2周目またご卒します。8番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。いや、4も真だと思いますよ。はい、俺は真だと思います。そもそもが5番さんの、まあ、出方の考え方違いかもしれないけど、まあ、不当ですよ。その1で1周聞いただけで、精査できないから、多分出てきて、自分の精査いらないよって感じなんで、俺が霊能でも出るっすよね、初手でも。ね、だから、4は真だと思います、俺。言ってること不当で、別違う話すればいいじゃんと思いました。ね、5番さんが1番手と思って発言すれば、もっと、まあ、違う話できたかなと思いますぐらいかな。だから7番さんがいいのか悪いのかって、その、ね、5、6に対してね、あやふや、良かったり悪かったりみたいな、どっちつかずかなって、7番さんには思いましたね。9番のプレイヤーは発言してください。お願いします。8番さん、盛大に考察は外れてるんですけど、あの、いいなと思ってて、自分が真の霊能です。霊能ね。で、4番に関しては、あの、人狼と狂人の線、どっちもあり得る。ですけど、
全体的にこうしたがいいじゃんっていう発言が多かったけど、4番人外なんだけど、4番の一発目の会話って別に落ち度がない人外だけど落ち度はないから、5番6番7番8番で聞いたとき、6番をちゃんと評価できてる7番もいいなと思ってるし、4番が人狼黒結果色が黒だった場合は8番も弾けそうだなと思いました。5番の4番の絡み方は違和感をちょっと感じてるんで、そこは6番が5番にその当てがけ意味ないよって表現してるのもいいなと思いました。釣り切りでも構いませんが、4番から釣ったらだいぶ色が分かります。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。自分が霊能ですね。なんか2人出てるけど、多分予想は4番がスライドするかなと思ってますね。4番スライドの旧狂人が濃いかなと思ってます。もしなんか4番ってなんか対抗つってってすげえわざとらしく言ってたなっていう印象があったので、まあ、スライドしないとしたら、まあ、どっちかといったら4強人9狼かなって感じですね。正味5、6、7、8は、8の印象はちょっと良かったかな。7死んできたのはミスってるけど、色落と7の色落とそうとしたのが良かったですね。2番のプレイヤーは発言してください。ね、対抗が出てるわけですから、スライドなんて弱い言葉を使うのはね、一番さ、あなたは人外でいいじゃないですか、ね、対抗が出てるわけですから、それすなわち認めてあげないと。対戦相手だからね。同じ役職を持ってて、対戦相手はまるで自分の敵じゃないようなね、考察を含めるのは、それは信念が曲がってるんじゃないでしょうか。はい。だから、一番さん、あなたはもう人外でいいじゃないですか。うん。いいんだよ。ね、戦う気がないんだったら、もう一番人外でいいんだよ。3番のプレイヤーは、発言してください。うん、だから9からしたらいいんじゃない。だって釣り飲んでっから、うん、1って3、4、4名出てるから一旦保留したら、するとしても9か4だけど順番9っていう一応の審議の方がいいんじゃない。2番が村で言ってるかもしれないからね、ローで釣るっていう盤面審議の1釣りたいじゃなくて、一応1がスライド派かもしれないけど、一応半分ぐらいはあれも、この話も一応4に言ってる話は一応5番の中では正しいっちゃ正しいんだけど、なんか6、7た叩いてんのかな、後半位置じゃない場合もあるよっていう、うん、この中で正しいかもよ、この精査は。4の下だった場合は8のすり寄りとかも追わなきゃいけないけどね、本気で4を村だと思ってる人かもしんないけど、はい、まあ芯が白って言ったら白だろうし、黒って言ったら黒なんでしょ。はい、以上です。はい。4番のプレイヤーは発言してください。普通に訪問なんですけど、7番さんが人狼かなと僕思ってます。6番と5番の差異そんなにつかないはずで、7番がなんか6番がめっちゃ良かったで、5番に対しての、俺夢見てんのこれ、6と7の発言聞いてなかったわ。6番なら占い師、6番と5番そんなに6の話と7の話と俺聞いてんだ。6番が5番に指示したのはカリウドの話がいらなかったぐらいだと思っていて、ここにしか5番と6番の差異なんてつかないし、それって5番と6番の立ち位置の問題でもあるし、別に5番が俺に言ったことって理解はできる。ただ、なんか俺、下振れが嫌いなんで、俺が一角、俺普通深夜から一角する可能性あるんですよ。その時に俺への精査ってめちゃくちゃ無駄やから。現にこの俺への精査で結構ぐるぐる回っていったでしょ。めちゃくちゃ無駄なんよ。だから、そんな精査度外視して俺が出た方が俺はメリットあると思う。ただこれは宗教戦争だから、もうこんなことで殴りは入れない。俺のこと偽とかどうでもいいから。現状霊媒3しようないでしょ。占いは絶対出た方がいいよ。1、3番目がかなりなる確率が高いから。で、7番さんが怪しいと思ったのがもう一回言うが、6番と5番ってそんなに差異あったか。そんなに差異ありました？ないと思うけどね。だから、7番が6番と5番に対しての差異の付け方が違和感でし、かなり違和感があるから、7番さんがめちゃくちゃ怪しい。
はい、そんな感じ。まあ、出方だけで言ったら、一番が芯取りに来た人狼の可能性が大いにある。かな。他はそんなに気になったところはない。3番さんに8番のすり寄りの懸念って言われたが、まあ、あるけど、現状それで俺が8番のことを疑う必要がない。かな。はい、そんな感じで。まあ、1番から釣れないと9番から釣ってください。僕は本物なんで。はい、以上。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、占い師がいない村ということで、とりあえず491から行くんですけど、まあ7番は確かに56の差つくかとは思いますけど、それよりも8番がよく4番芯に見えたなって思うんですけど、俺の言ったことが不当ですか？え、マジで一角したら弱いと思っているんだったら潜伏すべきでしかないと思うし、わざわざこの位置で一角しても何も進行取れないから騎士出てきてくれなんて言って、わざわざ人外が出てくると思わないのでね。だって4番一角させたら騎士出てきてくれるんだよじゃない？何も不当だと思ってないので、8番が何か何をもって不当と言ってるんですかねって僕は思ってるんですけど、で普通になんか、マジで俺出方めっちゃ見ちゃうんですけど、1番がわざわざ人外で出てくんのって思っちゃうので、2番が1人外っつってんのもようわからんなってね。えだって、まあ、百歩譲って一周目出てきたのはよしとしましょう。騎士出す必要なくない？占い師にランテージさせればいい。1本ずつテージさせればいいじゃん、2枚出てくるとしても。ねえ、わざわざ騎士出させて進行取れなんて言う必要ないと思うんで。4番からいきます。6番のプレイヤーは発言してください。なんかわかんない。8番が 4番の叩き、あ、5番の叩きっていうのよくわかんない。叩きなのかよくわかんないけど、いや違う、俺らが言ってる。これなんだよ、どうでもいいけどよ。5番が騎士だったら4番に対して、俺が騎士だって、5番が俺が騎士だったら頭が痛い、いないじゃんっていう、それを叩きはいらないんじゃない？ゲーム壊れそう。それだけで4番の心霊能が何を思うのかなって思ったから。出方的に1が偽だと思うんだけどな。三四目で本当にこれ霊能にいないよね。一番ってって思っちゃうのは俺の。あれかな。頭痛いんだけど。どっちかの、強靭なり、一番が強靭だったらどっちかに、あのご神様にスライドしろって。俺知らないからね、もうこれ。だったら絶対出ないんだけど。4級をそれこそ逃がさないために出なくて、で、それで、あとで3、4目で一番が出てくるんだったらめちゃめちゃ心高いんだけど、5番とは思考が合わねえかな。それで4ずりになるんだって思って聞いてたから。だったら91の発言も聞いてやればって思った。結局5番で4番に結局太の殴りを入れてんだよね。だなんで霊能いないの？あ、霊能じゃ占いか。俺それか1番が占いで出てくるんだったら早めに言ってほしい。俺だったら100出ないんだよね。4級が霊能で対抗で出てる段階か、別に4級段かけときゃいいから、何を持って出てきたのかよくわからん。はい、7番のプレイヤーは発言してください。占い師が出てない時点でさ、なんかもうやばい感じしかしないんだけど、まあ7番は6番5番について1周目タイムイートでね、まあ虚偽の発言まではいかないけど、5番の話はもう2周目で置いといていいなと思ってて、なんか5番6番ともに4番に視点を着陸着目点を置いて、ずっと7番から、もう俺頭痛いよ、もう。4番に向けて視点を集中させたコアの考察をしていくと、2周目の色が違うので、5番普通にゲームしてくんない、こんな、多分負けるぐらいなんだろうね、もうこれ。5番さんもピンとこないです。6番さん良かったですよって発言をちゃんと聞いてないのかな、8番さんと思いました。ちゃんと発言聞けてるか聞けてないか、聞けてないか俺1周目試してるだけだから、そもそも。いや、占い師出ないよ、これ。やばくないこれ。
もう、なんかさ、もう分かるんだけどさ、5番、6番、8番とかはさ、あとまあ3番さんもそうだけどさ、まあ、こういうさ、タイプのさ、あの占いの出方しないって分かるから、2番さんぐらいしか占い師がいないなって分かっちゃうんですけどね。2番さんがもう決めりゃいいんじゃないですか？それから9番、1番スライドするんですか？うん。5番さんが、まあ、グレーで引っかかってて、2周目の発言聞いたときに、5視点、7番が潜伏進行すれば4番に対して良かったんじゃないかっていう発言を4番、7番から4番にかけて投げかけてるんだから、5視点はじゃあ7番と視点共有したときに、7番と思考が合うはずなんですよね。はい。うん。その真逆を取ってるのが8番さんだから、じゃあ5番さん視点、あの、反理視点で、視点反理したときに5番が8番と視点が合わないっていう考察が5番と5視点から出なきゃおかしいですよね。2番さん占いですよね、やっぱり。はい、以上。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、9番しろ。あ、お願いします。まあ、俺4が死んだと思ってるんで、1番さんからじゃあ行きますね。今の発言聞いても5番さんが4から行くっていうのがまあちょっと理解俺はできませんね。はい。で、そうっすね。あんま言うことないっすかね。言うことはないっす。気になってんのはやっぱ5番さんだけかなって。狩り出て、なんすかね。なんちゅったっけ。いや、人狼ってか人外だけじゃないでしょ、借りてて嬉しい。村視点も結構スッキリするからよくね。だから進行一番手でね、この日取れないから。彼さん出てきて進行してください。いや、素晴らしいと思いますけどね。変に潜伏するより。って思ってます。はい。ちょっと7番さんの発言は、まあまあ、あんま聞いてなかった分もあるかもしれないですけど、すいません、あんまり耳に入ってこませんでした。もうごめんなさいね。でも俺は、ね、やっぱ4が死んだと思うんですよね、普通に。それは俺の経験則からの話がほぼなんで、ね、合ってるかどうか正直わかんないですよ。でも俺は4が死んだと貫いてやろうかなと思ってます。はい。一番さん取ります。9番のプレイヤーは発言してください。いや、お願いします。34ロード1強人か48ロード1強人かなと思ってます。あの4番が人狼の時の8番はないかなと思ってたんですけど、5番6番7番8番を1周目聞いた時に6番7番8番はともに印象がいい部分あったけど、明らかに7番と8番は失速したなって。で、5番も発言自体は白い要素ってないんだけど、少なくとも4番に行くって意思を見せたのはいいかなって。3番を上げてる理由はね、3番が、あ、これは絶対急釣りってなった理由が、1番に関しては、3人目に出たからステイしたいって、そこに関しては多分人外でも村でも出る発言なんだけど、4番と9番の優劣がなんで明確に3番って4番ではなく9番になったのかが理由はなかったよね。で、4番は人外だけど、発言を聞いたときに落ち度はないよ、別に。太鼓が出た太鼓が釣ってくださいっていうのは当たり前の感情なんで、4番の人外に落ち度はないけど、4番ってトップバッター で9番の発言聞いて、9番に何か人外要素を見出した3番の発言で、あ、その視点だったらわかるっていう点が一切なく、9番が偽って言い切れた3番が人外に見えてました。だから、カングレの、あの7番とかも占い師を探すんじゃなくて、そういう3番の発言とかって探せばいいし、あの極論占い師が出なかった場合は、次の日ロケットで占い師をしてくださいってなって、出なかったら噛まれてるってだけなんですよね。あの全人外露出になるんで、まずそういうことができないと思うんで、なんか2番しかないよ、2番しかないよ、2番から出てきて7番さんって何か視点更新あったのかなって。8番も話聞いて。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。4浪9強です。4浪9強。まあ4番が初手の位置で、まあよう出たなって感じですね。で、3番は盤面考察で1番を外す意味があんまりないと思ってるんで、3、4の場合には。なんか2番が謎に1番になんかプレッシャーかけてたと思うんで。
で、3、4ラインないと思ってます。で、5番は、あの時点で4釣り。まあ、ライン切ってる可能性は多少あるけど、まあ、可能性低いと思ってます。で、7番は白いと思ってますね。で、正直、占いを無理やりにでもこじり出した方が、グレーの考察するし、ましてや、こんな感じで結局まあ俺死んだから急遽4ローって見えるようになったからメリットしかないんですよね。7番が4とつながってる時にわざわざ別に噛めばいいだけだから2番、正直大体みんな2番だと思ってたと思うんだけど、潜伏すんなら2番あたりかなって。でまあ狩りが気づいてるかどうか知らんけど取りまかんどきゃいいから、まあ、それをしない7番は白いかなと思ってますね。で、8番は、結局なんか、コネコネ言ってたけど、結局4番釣りたくないだけって感じがして、まあ、8番が濃いかなと思ってます。8番時点で6って感じですね。まあ、2番さんはなんか、なんだろう。まあ、プレッシャー来たけど、まあ、視点更新あると思うんで、まあ、4から釣ってください。2番。のプレイヤーは発言してください。9番が例の使用してたんですね、1周目。聞き逃してましたよ。さあ、カリトさんはね、僕の占い値が外れないといけないから、出なきゃね。出ないと。自分だけゲーム楽しもうなんてね、もう本当にずるいよね。うん。そうだよね。七番さんが狩りじゃなきゃダメだよね。だから今日の占い値は1の4どっちかなんだけど、1、4択で乱択かけて、で1、4どちらか占いたいと思います。3番のプレイヤーは発言してください。あ、9番は人外なんですよ。9番の中で4端ボローとかおったりするんですよ。不思議なんですよ。あなた視点普通4番強人に見えんじゃない？なんでいきなりその位置で4がローに見えてる精査してんのこの人。なら9番の芯は切れるから。うん。1と4裏なの？うん。なら4、6釣り。5と8は面白いじゃん。残しとけばいいじゃん。うん。6番だけまともなこと言ってて、6、4かもしんないから6番の色見ましょうよ。で、1、4の色見すれば答え出るんだから、9番は人外。いいんじゃない？ 9 番は4番の強人を追う視点がなかった。ありえない。なぜ48のローとかね、ロー精査に入ってんだろうね。普通そこの視線だったらさ、4番が強人に見えない。なんでいきなり4番がローに見える人いるんだろうね。俺奇跡だと思うよ。だから1か4に芯がいる。今日6釣りしよう。2番が一応のなんでしょ。6釣り。以上。投票を始めてください。あれ？オラじゃないべ。1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。3、5、7、6投票。自分が死んだったら行けよまずよ。なんで行かねえんだよまずよ。自分が死んだったら行けよ、まずよ。なんでこれで行けねえやついんだよ、まずよ。監視用でグレーつんのか。知らねえよ、もう。普通に4釣ってくれるもんだ。自分が6から釣りをされてんだから6釣ればいいだろうよ。それなら2番目に取ってきね。なんでこういう人がいいんだろうね、もう。まあ、あげればいいと思うよ、もうふざけてる人って、まあ、もう。投票的にどうだろうね。まあ、8かな。普通に8かな。これでも8って言ってんの？ 6 と8に釣り寄されて？目を閉じてください。2番がまともじゃないことやってんだから。占えばいいじゃん、6番でも8番でも5番でも。占えばいいじゃん。いやもうこの人がもうあれだったらもう負ければいいと思うよ、もう死んだったら。
どこにも芯がいないよ。色見ればいいじゃん。新目勝負で勝てばいいでしょ。俺知らないよ、6がどうか。知らないよ。一応6の色見したらっていう意味で。元端って変わった発言してっからそこで組み合わせで考えられるけど、6番はなんか1番を釣りたい人だから64だったらめんどくさいしってだけの話。84でこんな露骨なことする？だから81はないんでしょ、もう強烈なほどに。5番だったら1か4にあるかもしんないけど、とかなんとなく推測は行くから6番とかが一番あの邪魔だから。白だろうが黒だろうが。朝が来ました。もうなんで1か4行ってんのこの村。昨夜は誰も死にませんでした。俺もう呆れてるよ、もう普通に考えて。もうダメすぎるよ、もう。2番のプレイヤーは発言してください。ジャガスティック4番。どこ占ってんだよ、マジでよ。9番狂人です。はい、9番狂人です。2番盛り、あれです。9番偽物だから、4番新進行で今日は急釣り。今日急釣り。あ、明日でもいいよ。明日急釣りでもいいよ。今日黒をあの3、5、6、8の中から1枚詰めるっていう手段が取れるから。1白じゃないんだよ。あ、ね、9番さん、1白じゃないんだよ。うん、裏だったから、4番白だったからさ、1白じゃないんだよ。うん、君は白だけどさ、偽物のまがまがしい。4白？まあ、何考えてんだよ。なるのでとりあえず、うん、そうだな、8番3番の卓で行こう。今日は8番3番の卓。俺明日噛まれるから。で、あ、明日の昼はね、9番さん釣られる。四隅だよ。うん、だから3、8の卓で行こう。3、8の卓でね。今日は3、8のどちらかに投票しましょう。今日は、1番さんの遺言、8がおかしいって言ったね。うん、じゃあ1番さんの遺言をもとに今日8番さん行きましょう。3番のプレイヤーは発言してください。あの、8でいいよ。すり寄ってんだったらもういいんじゃない？あの、2番しょ、大丈夫ですか？あの、3番の人は旧教授の理由まで言いましたよ。1か4か分かんないから。え？何？俺がどうだったら9番なんてもう白で置くわ。発言がもう教授になってんだろ。もう釣り切り飲んでんだから。4か、5か6か8か俺分かんねえからそこ行った方がいいだろうっていう。旧教授なんだから芯切れんだからもう。うん。ただそれだけ。俺は6、村かもしんないけど分かんないから。うん。ってこと、表的には5番が怪しくなるけど、でも、あ、別にいいですよ、僕は。4進確定したんでしょ、この盤面。いいですよ。あの、グレー行きましょうよ。その後9行って戦いますよ。表的には6、8って言ってるけど、4が死んだと盲信するから、まあ、1、8、はい、これ6か8だと思うよ、多分1に行ってる方が。うん。4番のプレイヤーは発言してください。マジで3、8行くのマジで心苦しいんよな。マジで心苦しいから、たださ、2番さんがかなり助けてくれたから尊重はしたいけど、俺の視点で8番の人狼要素なんてないし、3番さんの9番の狂人要素とか。ちなみに4の人は一瞬目から出る、まあ、さっきと同じ。だから4の新世界があった、だから一旦9から行きたかった、俺は。2の9後ろがマジで頭いて。9番だから絶対人狼だよ。4番裏だったのか。正味、俺の取りたい進行は、9番の確定の陣が移って、グレーの議論を煮詰めたい。そんなわざわざ村人かもしらん人を、なんか村人の数を減らしたくないっていうのが俺の第一印象やから。1番の遺言は何考えてるんだろうって。6通年だからこいつ6なんじゃねえこれよ。めちゃくちゃ心こいつ6通年だから6じゃねえこれ。普通死んだったら6番の色見れんじゃないの？ 8番1番の人狼同士が4番に8番の人狼で4番にすり寄る必要なくねなくねって思っちゃうから、わからんで、わからんで、ね。いや、8番だと追えなくなるし、6番と8番の方がなんか理由がある。コスパは悪いよ、ね。量的には5なんだけど。6番とかの精査をもっと煮詰めていきたいかな。だってライン切りで逃げ切れるから。1番が6いかないことも変だし。7番さんどう思う？ 2 番の、ごめんね、7番さん。申し訳ない、殴って。
ただなんか、なんでそんな5番トラコマの際ついたって思ったから。逆に5番が4番ぶったらいだけ変じゃねえよ、おい。言ったら100歩譲っての5番が4番ぶったらいだって投票があれの方が。それでも正直疑いは晴れんかった。だから、カリウド7番カリウドめちゃくちゃでかかったけど。だからもう、9番とかでなんとか落とせばいい。9番で新切りできるから別に6でも5でも6でも8でもよかったんだよ。のプレイヤーは発言してください。8番狼が7番、2番にすり寄ってるでしかないと思っていますけど。3番の取った進行が正しいと思っているので、3、8だったら8に行きます。まあ、だって2番が1番、4番占うって言ってる以上さ、グレーズメでしょ。だからもう6、8が間違ってるよ。6番に関しては、1番に行くしかないだろうけど、1番っていうか、霊能に行くしかないだろうけど。俺は1が真かもしんねえから、それを釣りをしてる6じゃねえかというただ推測のもとだから。これ6と8なんじゃない？進行上おかしいぞ。1が6いかないとか。いや、7番さんに言っとくけどさ、俺は何5番が何どうで4番ぶったらくのこれ。色が見えても4番いきますっていうの。ラインも切らないの、そのまんま ?6 番。本当にそのまんまって1号なんだけど。発言してください。今のなんか5番村っぽいけど俺でも5番かなと思ってるけどね。シンプルなのは5番だよ。3番はあの村だよ。3番が6番に色当てさせて6番白血管の時に3番が相方が14だった時ってもう戦えないんだよ。だから3番は村かなと思って、あとちゃんと2番に指摘できてたからね。なんで14占うんだっていうね。だからここで4番を占ったことで4番のシーン確定したから、まあ強いね。どうすんだよ8行くこれもう。なんでこんなに盲信すんの8番が。なんでこんなに盲信すんの5かなって思っちゃうかな。なんで6番1のライン切りより81のライン切りが濃いのかなってよく分かんなかったから、まあ、68って2周目の発言もあるからね、はい、7番のプレイヤーは発言してください。頭痛えわ。なんだよこの1番って。まず追加したけども、正直なこと、まあ、強い言葉になっちゃうんですけど、あの5番さん、6番さんが人間だったときに、あの占い出さないの、2周目ね。2周目5番、6番の位置で占いを2番だっていうところをもう発言しないところ時点で5番、6番制裁したい。うん。制裁釣りかけたい。8番に関しては、俺の発言聞いてないところでも制裁釣り。全部乱卓に上がっちゃったんだよね。うん、一応占うんだからグレー行くしかねえんだから、俺万が一の一死んだのかなと思ってたわ。安面もあるし。生存意欲だけは高いんだけど、白くなれないくせにさ、白くなれないんだったらせめて占い師を出そうよ。頭痛えよな、これわかんねえ。だからグレー行けよ、まずよ。2番さんがね、おっしゃってますから。霊能なんか釣り切りゃいいだけで、何やってんだよって話だよ、もう。推測すればいいだろう、9番の狂人だけは分かったんだからもう。うん、そんなの通らないから。ねえだろ、9番の死んだから、唯一分かるだろ。なんで、いや、9白が本当頭痛えんだよな。4白だったら別に4の死を終えるから、ああ、終わったっていうゲームだけど、9番狂人だから。9番人外だから、もう9から釣り入れるけど。どう考えても2番占いなんか、こんな透けてるじゃん、だって。まあ、3番狼だった時はうまいなと思うよ。うん、1番が行くだろう、6番。わざわざ3番で行けない、行けない理由があるの。3番、1番のつながりがあったときに、わざわざ6番に票を向けようとする、1番の票が6に向いてないところで、1番、3番を取ろうとないでしょ。俺、6、4かもと思って、6番、ただ釣っただけの、何にも考えてないです。これ、何にも考えてないです。時間がすごい省かれるよな。だって、8と5の方が特徴ありすぎるから、6の方を釣った方がよくねえと思って。8釣る。8番。ただ8番知らないよ。本当の村かもしれないけど。はい。お願いします。じゃあ1がローだと思って8してどこなのよ。ならまさ。聞く気になりませんでしたが正しいかな。ごちゃ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 言われても、俺は明確に分かりやすく言ってもらえないと聞く気になれないんで。ただ別にあなたを釣る、ね、要素はなかったんで、まあ、省いてもいいかなと。で、真の霊能を見抜けなかった方々に俺を釣る権利はないと思いますけどね。助手の一発目で俺は4真だと言いましたよね。言いましたよね。はい。
俺申し出したんで、4占いは非常に残念。残念です、2番さん。1黒だったらグレー行けばよくねえか、8の中で。なんで行かないの、この人。分かってたんで。なんでそう柔軟な対応取れないの、占いも。6でも行ってもらって、3か5占ってもらったら終わったゲームじゃね、はっきり言って。もう、はい。どうぞ、釣ってください。あ、じゃあ、走らしますね。釣ってください。ね。話を聞かなかったんじゃないです。まあ、聞く、こっち側にも問題はありました、あったかもしれないですけど、あの、聞く気になるような内容じゃありませんでした。見た感じは5番だけど。もう一回言いますね。4の芯を見抜けなかった奴らに、俺を釣る権利はないと思ってます。9番。いや、1、ローだったらさ、グレースって占ってもらったらよくねえか、もう。お願いします。いや、これ2番さん、リア教いるよっていう展開で、頑張ってやろうかなと思ったけど、ちょっとやめたと思ったんで、ちょっと自分も、もう強人なんで、村に参加しようと思って、村視点で、ちょっと考察しようかなと思って、個人的な意見言わせてもらうと、3番、5番、ローだったら終わると思ってます。8番さん、人間だと思うし、7番さんが、これ5、6は占い師出さないから、わーって言ってるけど、それ7番さんが狩人だから、守り位置が欲しい7番と、村の視点は多分違うと思うかなと思ってて。で、8視点石黒なんでしょ ?3、5、6、6でもよくねその後3、5、星座の方がよくねもう知らねえよ、もう柱ばっかりする奴らってもう。で、1番、4番、必ず狼いるじゃん。2分の1で狼じゃん。ドラできるじゃん。の上で、あの、6番突っ込む姿がすげえね。ああ、欲しいんかなとかね。5番さん、さりげなく便乗してるところも、すげえご主人かなと思ってね。だからさ、こんな占いしてんじゃねえよ、まずよ。勝てるわけねえだろ、まずよ。なぜか占い師がまず発言する時間も奪うし、2番なんつったかもわかんねえし、もう。って感じですか、ね、僕が8だったらライン切り、5番だったらそのまんま。いいや、もう占い師が悪すぎるよな。強人なんで、今日は、どこ入れようかな。入れません。怖い。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。柱釣ろう。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。あ、言うことないですね。ここで8釣り意味が俺分かんなかったんで、意味が分かりません。あ、地盤って何も考えてないの。4番シートを持ってたら1がローだから3、5、6のところのローと思うところすればいいじゃん。グレー行きゃいいじゃん。なんか問題あんの ?1、4占われたら大変なことになるんだからもう。夜が来ました。目を閉じてください。わけわかんねえ。占いされるよな、もう。ベタなのって5番なんだけど、本気でベタなの5番なんだけど、普通なのって5番なんだけど、ベタなのって5番なんだけど、だからこんな占いさせることが間違ってると思うよ。もう本気で間違ってるよな。もうが来ました。昨夜死んだのは2番
3番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、占い師が悪いと思うよ。まあ、9番行ってからだけど、5番だとそのまんまってやつ、6番だとライン切りってやつ。だから難しいなぁと思ってるけど、グレー占うべきですよ。霊能は発言精査で落として9の偽だけは切れるんですよ。運が悪いことに9白だけど、あと14のグレーの色味ですればいいだろうと、6でも3、5でも8でもどこでもよかったよ、もう。とりあえず6行ってみて、その後白か黒か見て、で、5か8占えばよかったで、その視点、そうしたら俺の中では勝てるっつってんの、別に。そこから色が見えるじゃん。5か8の方が、どこをするかってはっきりしてたんだから。6もまあ1だけどね。いや、ほんとちゃんとやってほしかった、占い師が。4番のプレイヤーは発言してください。いや、8番さんは本当に優秀な村人でしたよ。頑張って勝つね、8番さん。ありがとう、本当に俺のこと信じてくれて。現状はね、6番さんが人狼かなと思っていて、5番さんからちょっと人間味を感じちゃった。おそらく6番の人狼、6番の人狼だと思ってるんですけど、まあ、6番さんも5番からの評価、要素を取ってて、で、8番が結果人間じゃないですか。で、3番のことを疑う要素が全く1ミリもないので、まあ、6番さんが人狼かなと思ってるんですが、7番さんちょっとどう思いますか。本当はやりたかった進行は9番の人外を釣って、議論を煮詰めたかった。だって少なくとも8番は人間だったじゃないですか。じゃあ8番の人間の推理も一つ材料になって、ひょっとしたら8番は共通白くなれたかもわからんから。今日8番が白くなれたかもわからんからね。その時にじゃあ8番をつらんでいいかっていう思考も取れた。焦らしないでほしいよ。5番だったらそのまんま、なんで1番が6いけねえんだろうなと思って、心霊で釣り寄されたら6でよくね。教えてほしいかな。どこでもいいのだって、6番から釣り押されて6番でよくね、1視点と思うけど。5番だったら何？ 6 番1番の名刺入りはまああんまり関係ないかなと。基本的に2番は1番を釣りたい思考を初週から落としていたので、1番に恥じる可能性があって、で、まあ、1番人狼と、2番が4番のことを占う推理を出しているので、まあ、1番黒結果、俺の進学した時の、まあ、ライン切り表は強いかなと思ってるんで、現状6番さんなんですが、まあ、6番さんもね、めちゃくちゃ怪しいかって言われて、怪しくそこまで絶対人狼だとは断定できないんで、人間やったらごめんね。そんなバイアスはかけん、6はごめん。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、僕は多分9番さんを聞いたところで、発言を聞きますけど、6にしか行かないと思いますよ。塞いでた、まあ、9番を釣ったところで6にしか行かないと思います6番さん。だってさ6意味不明だもん。昨日さ5番さんの発言聞いたら5番さん村っぽいと思ったって言っといて5番8番だったら5番に行くって、ま、マジで意味不明だと思ったんだけど無理だよ。3番さん釣る理由ないもん。まあ、8番さんがなんで41審議ついたか分かりませんけど、分かりませんでした。すいませんでした。6番のプレイヤーは発言してください。だから5番村っぽく見たのは3番の評価ね。でも5番っていうのは6、1、だから1番が黒なんだべ。で、っていうのは2番が4を占ったから1番の黒は確定したっていう盤面で、6、8のサインもかけずに8番から生きてんだっていう5番の主張は狼っぽいよねっていうことね。だから俺が1、じゃあ7番に言うけど、呆れてんだよこっちは出てねえから。で俺は出ろって言ったし、だから俺は最悪1番があるんじゃねえかと思ったのね、占い師。っていうのは3、4番面かで、なんで1番がのこのこ出てくるの、新占いで、新霊能でね。だって新霊能だって4級つらしときゃいいじゃん。それ4級逃がさないためにある。1番が狼で4級の狂人に、出ろ出ろってスライドしろって言ってるようにしか聞こえなかったのね、俺は。それの位置ずりね、まず。1番が黒だね。で8、1っていうライン切りもワンチャンあったけど、だから8番の発言で自分から言ってくださいって俺と同じようなことやってたけど、やっぱ5番しかいないんだよね。で3番がなんで村かっていうと、3番がじゃあ例えばじゃあ3番自体がね、霊能行った時にじゃあ6番に色を当てろっていう3番からの発言があって、俺は村って分かってるから、その時の3番のラス
なんだ、ラスールっていうのは見えないんだよ。で9番は本当にちゃんと心霊のをやってるのね、これ。だから9番、今日9番は多分俺に入れるだろうな。俺5で終わると思う。もう9番も気づいてると思うよ。さすがに5だろって。7番にそれだけ言っとくね。呆れてんだよ、こっちは。7番のプレイヤーは発言してください。相方がさ、初日に出てさ、営農出て、初日に釣られて、ね。うん。どっちがどっちだかさっぱりわかんねえわ。うん。おばあさんに関しては、2周目の考察聞いて、まあ、2周目の考察を俺7番が2周目上げた通りなんだけど、上げた以上に5番さん視点で3番の人間がどこで消えたのかなって発言が、引っかかってんだよな、めちゃくちゃ。そこピックアップできればね、6番さんがそこの視点を5番に対してピックアップできれば6番さん良かったかなと思ってるんですけど、はい、6つりますわ、もう。占いがね、ちょっとね、言い方悪いけど、4なんか占わなくていいんだよ。1で黒を引いて引く、1番で狼を引いているっていう推理上で、グレー占っていかないといけないのに、何やってんだろうな、本当に。9番のプレイヤーは発言してください。本当、3番さんも7番さんも、下になった2番さんになった瞬間、言いたい放題やな。そうだね、心霊能の4番さんは6番に選んでるんだと思って、まあ、6番さんが言うように、俺もね、多分、筆頭の人狼は5番だと思うんだけど、時点3番で、やっぱね、俺、狂人だからさ、普通に話聞いて考察をするんよ。で、どっちかというと、ちゃんと指摘はするタイプの人外なんで、自分は。3番が、めちゃくちゃ人間っぽいって思ってるの。だって、9番偽の理由がさ、4番を狂人で追わなかったっていう暴論やんか。で、5番さん、3なんか釣れないよ。6番、次の日になったって6番行くよ。そんなに釣れないほど3番って白かったかなと思ってさ。だから、で、1周目さ、振り返って4番からスタートしたじゃん。で、5番、6番、7番、8番って聞いたときにね、6、7、8は普通に印象良かったよ。めちゃめちゃ人間だろうなと思って。5番だけその4番の突っかかりが、俺が騎士だったらどうするんですかって。それに対して6番がさ、5番に、いや、お前その圧加減何の意味があんのって、めちゃめちゃクリティカルだったから、6番人間だろうな。で、7番が6番いいね。あ、ここも人間だろうな。8番も、まあ、4番が人狼だったら来ない。これは考察に利用させてもらった8番さんなんだけど。って感じ。投票を始めてください。いや、俺、占い師嫌いだからもう6行くわ。うん。ありえん。オラじゃない。6占いだったらもうしょうがないけど、知らない。もうわかんない。占わないから分からないし、釣らなきゃダメなのに。1、4占うんだったら、ますます6でも5でも8でも良かったのに、行かねえからもう行くわ。もう負けたらいい。6番のプレイヤーが選ばれました。よ、5じゃねえか、普通に。普通に5じゃねえかよ。普通に5番だった。だから占えっつったのに。のプレイヤーは普通に、だから6、8が悪いんだよ。もう6、8がマジで悪い、このゲーム。4シーンで追ってる場合、1、4占うっつってんだから、グレー言ってくれないと、だから6を落とせって色を見て、どうなってから、だから落とせってのただのシンプルな1号だったっていうだけのゲームで、もう占わねえからもう嵐の占い師がいたから無理よ。わかんねえんだってこっちして。だから6でも8でもダメだよな、村が臨機応変にやらないって。どこでも良いのに、なんで4番が6釣れねえんだろうよ。色見たらいいだろう、別によ。ダメだよな、1番を占っ、1番釣った後に4占いするんだから。だから 5、6、8でいいから色見すりゃいいだけで、発言せたら落とせるっってんのによ。じゃあ3番が、じゃあ4番でも9番でも行ったとしようよ。で、6白見えた時に3番ってだからどう戦うのっつってんの。いや、6番の3番の多分白要素は村あったけど、もう俺2番嫌いだからもう6行った、めんどくせえ。9番が一番村なの。
だからこれ9番がじゃあ例の出なかったって言った盤面か、多分9番は俺は最白で置いてるから正直4が死んでありがたいんだよ、めちゃめちゃね。だから俺は俺からでもいいよっつったの。3番にも疑われてるし、7番わけわかんねえし、5、6、まあいいや、俺別にもうダメだよな、臨機応変にゲームできない人って。夜が来ました。ダメだよな、占い師が1、4って言ってんだからグレー行けよ。まずよ、占い師がグレー占わねえんだよ。なんで6と8って 強引にやるんだろうね、ゲームを。釣られろ、自投票しろよ。まずいらねえんだよ、まずよ。占い師が占うところが霊能になってんの。グレー釣るって色見てもらって精査するしかねえの、霊能の色見ながら。占い師が嵐やってんだから無理に決まってんだろうよ。だから霊能の色なんて見なくていいんだよ、推測するところなのに。だから8番とかも悪いし、4シーンと思ってたら4に5、6、3の色見させりゃいいだけだろうよ。なんで投票的にやってくれねえんだろうね。いやもう俺2番のためにもう勝たせたくねえから6いった。もう知らん。5番だったらもう知らん。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。6番さんはめちゃめちゃ最初だったんで、俺スムラだったら100人間多い大きしてたんで、ここに関してはあの8番さんはちょっと怖かった部分が、ぶっちゃけあの1日目の2週目のポンコツ具合がちょっと不安だったんで票は入れきらんかったんですけど、6番さんに関しては絶対に人間だと思ったんで安心して6番に入れさせていただきました。3番と5番で、5番だとは思うけど3番はねちょっと癖が強いんで、村の時と狼の時でわからない。まあ6番さんに言うと、こいつどうやって、それ多分逆光だって、多分そう見えてる人の方が多分本来は白いから、3番がこういう行動しましたら、いや3番絶対村じゃんって評価できる方が多分白いと思うから、6番の人間ってめちゃめちゃ拾いやすかったと思うんですけどね、村的に。3番5番さんあの教えてくれないみたいなんで、とりあえず4番に入れますね。はい、3番のプレイヤーは発言してください。いや余裕でしたね、ちょろい村でしたね。14占う無能占い師がいるんですから、今日5番に行ってね。9番ね、まあ危なかった危なかった。今日5番ね、5番 CEO してないから5釣り確定ね。4番も諦めて5番行ってね。9番もね、5番ね、小村確定ね。疲れましたね。はい、今日5番ね、9番も5番で終わりましょう。綺麗に終わりましょう。まあ本当にひどかったですね。4番の真を盲信してるならグレー釣りなんすよ。8も6もグレーに行けよ。占いが霊の占うっていうことをやってるんだから、だから君たち伸びないんですよね。本当に奇跡だと思ってますこの村。まあ余裕でした。はい、5番の村つって勝ちましょう。865弱すぎです。これが狼のプレイです。まあ9番、今日は5番行って終わりましょう綺麗にね。はい、4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。もう俺驚くもんね。もうで占いがマジで分かんなくなるだろ、グレーが。だからグレーに色つけろっつっても嵐がいるからもうダメだもん。もうこの前代未聞だもんこの盤面で。でだから潜伏するやつは使い物にならないでしょ。もう真面目に精査してたらもう
5番。眠ってんじゃねえよ、負けだろよ。発言してください。まあその3番さんの諦めない姿勢は素晴らしいなと思いますけど、残念でしたね。4番さんが寝ているみたいで、まあ、まあ普通に4番釣って終わりますか。9番さん悩むかもしれないんで、4釣りで。まあ8番さんが4番の芯に気づけないやつが8番投票する権利ないって言ってますけど、まあ、僕は4番芯分かって 4番芯を分かって4番を釣りをしてるので、僕は8番さんに投票する権利があったということで、はい、じゃあ4番本当にマジでひどい。俺が村ん時マジで勝てない。始めてください。もう俺が村んときもう無理よ。変なやつばっかり。普通にゲームやれないやつばっかり。昨日も霊能で占いシーンミスりまくるっていう。もう前代未聞だよ。4番のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。夜が来ました。目を閉じてください。普通に1号だったっていう。普通だったっていう。もう俺もう疲れだわ。占い師が霊占うという言葉があって、なんで6番釣ってくれねえの？そうして、その気持ちがあれば、で、四神信仰で言ったらいいだけじゃねえの？違うの？俺はまあ一番が真なのかと思い込んでたけど、まあいいんじゃない。もうひどいと思うよ。普通にゲーム、俺がね、人外の時の方がまともなの。ほんと俺が狂人とか人狼の方の役持ちの方がマジでまとも。変なやついないもん、潜伏とか。俺が狂人の時の方とか人狼の方がゲームでいいんだぜ。変なやついないんだもん。俺が村の時変なのばっかり。精査できねえ霊能とか、ちゃんと、昨日は精査できない霊能がもう連発。シングル内釣りまくるっていう。2試合続ける釣りまくるっていう。どっちも負けだけど。3番。ゲーム終了。人狼の勝ちです。勝てるわけねえだろ、こんなのよ。まあ、勝てない、勝てない。もう占い師が嵐なんだもん、もう。何この試合。もう俺ひどいと思うよ。霊の占うやつなんていないよ。発言精査ゲームであるんだから、グレーを占うよね。9番は狂人。出した意味があるんで、あれで。意味がわかんねえんだけど、あの2番。何なの？いや、変なムーブするやつはもうダメ。基本ができてないやつって精査できないから。そんなに6が怪しかったら6番占うな。いや、いけない。レイ占ってる時点でもう無理よ。発言すればいいのに。7番パレード出たんだから5番詰めてくれよ、ほんと。そう、グレー行くとかの方がいいんだって、その、レイを占うんだったら、どこが怪しいところ？ 3、5、6、8で怪しいところを、ここ釣ってくれって言うんだよ。絶対そうだよ。マジでさ、それで1番釣ってんのやつがいいんだから、もう本当に異次元だと思うよ。意味がないじゃん。四級心境です。はい、それしかわからないじゃん。それしかわかんないっていう、意味がわかんないっていう、もう。
本当にライン切りなのか、本当のベタなやつなのかだけだったの問題だけど。9番無理よ、あれ。柔軟性がないんだもん、8番も。4進なんだろ、1ローなんだろ。グレー行きゃいいじゃん。で、4進決めるじゃいいじゃん。なんでできねえの、まず。いや、ずっと4進って俺は言ってましたけど。じゃあ、6でも5でも3でもいいじゃん。鋭いね。4番、進歩があったからさ。一発目から出てきて。で、5番さんが嫌な絡みしてるから、ちょっとご主人かなってぐらい。はい、もう最初から1番さんが霊能出るって決まってたんで。ああ、そういうことね。はい、無理だって、あんな占いされて。ベタなもの、ベタなものの方が分かるわけねえだろうよ、ベタすぎて。ライン切りとか高度なことしてんのかと思ったらベタすぎだっていう、そんなの分かるわけねえじゃん。もう、ちゃんとやらないともうイライラが増してくるわ、もう。ちゃんとやらねえやつとどうやってゲームすればいいんだろう、本当に。こんなものばっかりだよ、本当に。から、役、狩りが出たときは、あの、グレー詰めるの。OK?そういうみたいだったの。映像なんか占わないの、2番さん。そういう誰だったの。じゃあ5番です。7番が5番にして向けてた人だよ。俺は5番詰めてほしいの。2番さん出して意味分かった？はい。まあ嵐でしかないと思う。